本日は山本太郎おしゃべり会お越しいただきましてありがとうございます。えー、山本の方到着が遅れておりまして、あの、少々時間遅らせさせていただきます。えっ、ー、と、五分から十分程度遅らせていただく予定です。よろしくお願いします。あ、合わせまして、あの、主催者側から注意事項ございます。えっ、ー、と、動画の撮影と、えっ、ー、と、録音配信などはお断りさせていただいています。ご了承ください。 ただし静止画の方はご自由にお取りいただいて結構です。ただ他の方のご迷惑にならないようにお願いいたします。 すいません。あっ ポスター、ありがとうございます。ぜひ、お持ち帰りになってください。あの、こちらの山本太郎さんと塚田さんの二連ポスター、やっと出来上がりました。あの、特に豊島区民の方、ぜひ、ご近所とか、うちマンションだから無理だわ、って思う方でも、あの、窓ガラス、道路に面した方の窓ガラス、内側から貼っていただければ見えるかと思います。ぜひ、あの、塚田さん、応援していただきたい。太郎さんと塚田さんのこの可愛らしい二連ポスター、よろしければこちらにまだたくさんございます。お持ち帰りください。あと本日 後ろで令和のグッズも販売しておりますちょっと太郎さん遅刻してるっていうことですのであと23分はまだお時間あると思いますのでぜひグッズの方もご覧になっていってください。ありがとうございます レイは新選組自分で団体を立ち上げました、れいわ新選組という名前です、この国で一番偉いの誰、皆さんなんですよ、本当に、自信奪われてるだけですよ、自分は生きてていいのかって、生きててくれよ、死にたくなるような世の中、やめたいんですよ、生きててよかったって思える社会にしようよだったら、それができるのが政治ですよ。

今減税以外ないじゃないかって私野党に言ってほしいんですよ作ってほしいんですよ人々これまでずっと頑張ってきたでもこっからさらに頑張れって言うのかって無理ですよ頑張るべきはあなたじゃない頑張るべきは政治なんだってことだと思いません派遣もクビになって住まいも失って路上に出た人いっぱい会いましたよこの1年で20代から80代までいましたよ25年のでそっから脱却できず 社会が壊された後に、この国に生きる一人一人から自信を奪っていった、なんとかこれを守ろう、今を守ろうとして、会社に使い潰され、仕事に潰され、心を病んで、社会復帰も難しくなった人たちもいますよ、なんなんだ、この地獄、誰が作ったんだよ、政治ですよ、この政治は変えられる、この国のオーナーはあなただから、あなたがこの国で困ってる人たちを助けられる主役なんですよ。 力を貸してほしい、その力を集めたい、その先頭に立ちたい、そう思って旗揚げしたのが、新選組です生半可な気持ちで政治なんて言ってない、黙ってられなくなったんですよ、クソみたいな自分でも、クソみたいな社会をそのまま放置しとくこと、許せなかったんですよ。えお忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます、れいわ新選組代表の山本太郎です。 私山本太郎は衆議院議員を辞職いたします参議院選挙に出馬いたします2021年の10月に選挙が行われて私はれいわ新選組の党の議席をいただきましたそこから半年でバッジを外すということに対してご批判もあると思いますでこの批判に対してご納得いただけない方にはお詫びを申し上げるしかない一方でこれはバッジを外すしかなかったんだ と私はは申し上げたいんです理由は何かこの参議院選挙が終わった後に選挙がないという期間が3年間続きます当然権力暴走しますよこの30年やられてきたことを思い出してみてくださいよ経済衰退し続けたんですよ人間を物のように扱えるような労働環境の破壊それによって企業側のコストを徹底的に削ってきたその一方で彼らその企業側が資本家側が抱えるコストの一つの法人税 これ下がり続けてますよどうして下がるんですか、下がるたびに消費税上がり続けてるからですよね、人々への裏切り、この30年間でさまざまなことを行われてるんですよ、この国の将来のことなんて、未じにも考えてないですよ、目の前の金だけ、目の前のバッジだけ、自分のポジションだけ、それを考えたときに自分は議員バッジつけたまま、あぐらかけるかって言ったら無理ですよ、外すに決まってる、で、この選挙に出るに決まってる、統制拡大して、ガチで言論でしばきに行きますよ。 少年のの腐ったたらをそのためにに選挙に挑むんですよ私たち全員覚悟決まってます私たちの目標は国会議員になることじゃないそして国会議員で言い続けることが目標じゃないあくまでも手段私たちがやりたいことはこの国の崩壊の加速を食い止めたいことそしてこの国に本当に人間の尊厳が守れるような経済的安定を政治が行うべき仕事を やらせたいだけなんですよその先頭に立たせて欲しい本当に支援してくださっている皆さんの中にも、えー、困惑された方もいらっしゃると思いますけれども最後まで私たちが考えて、えー、そうしていくんだということに関して力を最後まで最後の最後まで貸してくださった皆さんに本当にお礼を言いたいんですあなたがいなければ、えー、私たちはこの選挙戦えなかったし山本太郎が東京選挙区で 議席を取ることもでできませんでした本当にありがとうございますで議席を取って終わりじゃないですよねこっからなんですよしっかりと務め上げなければいけない6年なんですね逆に言えばこの6年で経理つけてやりたい来年の統一地方選でも私たちこれしっかりと全国に地方の議席これを伸ばしながら中規模の政党になって野党にガチンコの喧嘩が 当たり前のような状況を、令和新選組中心になっていきながら、前に進めていきたいと思ってます。ははい皆様こんばんば 豊島区議会議会員の塚田久子です、えー、私は去年の6月よりれいわ新選組に所属をして活動をしてまいりました、えー、今本当にこの動画素晴らしいの私も久しぶりに一緒に見てあ私れいわ新選組の議員になったんだなとなんか改めてとっても感動しておりますはいそして、えー、私あの、えー、今回スローガンに掲げておりますのは 生きているだけで価値が。ある。生きているだけで価値がある社会をです。生きているだけで価値がある社会をこれ、令和新選組のホームページの方にもあるんですけども。私この言葉がとっても好きで、憲法13条個人の宣言、個人の尊厳と同じ価値なんですね。あなたがそこにいるだけで素晴らしい。 存在しているだけで本当に素晴らしいという憲法13条と同じ考え方大切な考え方だと思いますなので私はこれをスローガンに掲げておりますそれからもう一つ私政策の一つとして今回挙げましたのがあらゆる暴力から女性と子供を守るです、えー、コロナで本当に物価高でそして戦争までやってきてしまって もう多くの方々の生活が大変になってますよね。でもとりわけやはり女性と子供本当に厳しいことになっております。DV が増え、そして子供の虐待これがこの3年間で本当に大きな数増えているんです。えー、それはなぜかというとこれ私やっぱり女性の貧困の問題が背景にあると思ってます。女性の貧困の問題なぜそうなったのか。 それは、その女性たちが何も怠けていたりとか何か休んでいたりとかそういったことじゃないんですね。それは、この国がやっぱり男の人が稼ぎ頭で女性は介護・子育てをするそして、えー、子供は2人というモデルケースモデル世帯でこの国の社会保障ですとか雇用,雇用の制度ですとか えー、年金制度ですとかそういったものが全部作られてしまっているんですだからこれはそれを変えなかったこの国の政治の責任なんです個人のあなたのせいじゃないんです苦しんでいる生きづらさを感じている女性たち私の周りにもたくさんいますそれはあなたのせいではないこれは政治の責任なんだと私は本当に強く言っていきたいと思ってます でこの問題、えー、国のマターじゃないかと思いますけども、こういったことは、えー、区のレベルで、こういったあの皆さんお一人お一人の生活に密着している、えー、基礎自治体で、やっぱり調査をして、そして可視化をしていくってことが私大事だと思っています。なのでこのでこ問題を 豊島区からきちんと可視化をしていく。そしてやっぱり必要な手当を考えていくことが大事だと思って、私はそこに切り込んでいきたいと思っています。女性と子供がやっぱり幸せになれば、みんな他の方も幸せになります。もちろん男性、ね、高齢者の方も様々な方も幸せになる。そう信じて、私はこの政策を、えー、中心に一つに置,置いております。 はいそして、えー、今日ちょっと長くお話ができるということなので、ぜひ皆様にお伝えしたいことは、あの皆様のお手元にもう配っているかと思うんですけども、このれいわ新選組の地方マニ,フマニフェストのチラシ、これ、えー、出来たてなんですけどもあの、見ていただけますでしょうか、これを見るとですね、れいわが地方政治で、地方議会で、 何をやりたいかってことが本当に分かりやすくストーンと落ちると思うんですね。やっぱり令和新選組、国会議員8名の、まあ、国会で戦ってきている、あの、政党だったので、えっ、ー、と、もう本当消費税反対、まあ、インボイス反対、これもすごく大事な話なんですけども、あの、地方自治で何やるの地方議会で令和新選組何やるのと、そういったあの、お声もたくさん聞いてきたんですけども、あの、これを見ると、えー、地方議会で、地方政治で令和が何をするかってことが、 あのよくわかると思います、でここにあの本当に最初に書いてますけども、えー、地方でも、地方から緊縮を打ち破れとありますよね、財源の問題です、これ、えー、私も本当にあのまだ1期 4, 4年目なんですけども、やっぱりあの予算委員会とか、決、えー、算委員会とかでまさまざま質問と、えー 議論しているんですけども、あの例えば、うちの豊島区だと、えー、っと自由に、えー、目的を決めずに自由に使える基金というのが200億円ほどあります。 200億円、結構大きなお金ですよね。で、まあ、これなんで200億円貯めているのかと、まあ、国の方,の方に、まあ、聞きますと、やっぱり、あの、大きな災害があった時とか、まあ、コロナがあった時とか、まあ、困るじゃないかと、そのために、あの、200億円ぐらいあの必要なんだという、そういったあの、答弁が返ってくるんですけども、でも、コロナとか、もう本当に大きな自然災害が起きた時、それはやっぱり国が、 やらないとダメでしょう、まあ、国が当然そしてやっぱりあの国の方からお金が来るはずなんですねなのでこの200億円という基金はやっぱり区民のためにあの活用してほしいと思ってますそういったこと例えば、まあ、豊島区だとあの小中学校の給食の無償化ですねこれはまあ 5, 5億円ほどでできるんですけどもこういったことをこの200億円の中から、まあ、活用してやってはどうですかってことを、まあ、私は ずっとあの言っと言てます私の会派とか、えーまあ、他の会派さんもあるんですけどもなかなかこれが前に進まないその一つの理由として、えー、お金がないあの豊島区お金がないんだ5億円は本当に多いんだ。 そういったあの声が聞こ,え聞こえるんですけども、まあ、そうではなくてやっぱりこの,あのきちんと財源を区民のために区民の教育、えー、福祉、まあ、介護そういったものに使っていくということも、えー、これから大事ではないかと思っていますそういったことを、あのー、ここに地方から禁縮を打ち破れというのは、えー、そういったマニメストの1つなんですね。はい あ,のあと、ここに12の、えー、地方政策があのございますけども、これと合わせて、えー、と小さな私のこの2023、私の提言というものを をあのえー、これも作らせていたただきましたあの実はこの2023私の提言の方が、まあ、先に作った、えーまあ、マニフェストといいますかそういったこういったことをあの引き続きやっていきたいなと思って書いたものなんですけどもあのかなり、えー、クロスしていると思います。本当にあの 地方自治というか地方の中で、えー、とできることっていうのはたくさんあるんですね。もう本当にそして皆様の,あの生活に密着しているものっていうのは本当にこの,あの基礎自治体基礎自治体がこの生活に密着した政策を作っている。このこのとを あの改めて、えー、令和を支持している皆さんにもあの知っていただきたいなと思ってます、わりとどうしても、まあ、私も実はそうだったんですけども、まあ、国の大きな問題、あのまあ、今だったら本当に憲法の問題も大変ですよね、緊急事態条項を入れるという、まあ、それも,もう本当にとんでもないのできちんと反対していきたいんですけどもあのそういった。えーと そういった大きなあのものともう自分たちの生活にもう密着したもの両方やっぱり合わせて、えー、政治を考えていく、まあ、どっちが上とか下とかない、これは長谷川うい子さんもよくおっしゃっていることなんですけども、やっぱりそういった地方自治をしっかり足元の政治を皆さんと一緒に作っていくってことが私は本当に大事だと思っています。なののので今回の令和新選組の地方議員を増やしていくっていうこと ことはもう本当にもうまさに。あの。 大事なこと、まあ、ちょっと遅すぎたかなというようなあの感じもあるぐらいやっぱりれいわ新選組って、えー、後ろ盾に大きな組織もない大きな、ね、あの業界の団体もないもちろん宗教団体もないもう皆様があの、まあ、背景というかバックに市民の皆様がバックにいるということなので、まあ、そういったあの政党ですのでやっぱりこの地域から足元から皆さんと共に作っていくのがもう真の市民政党。 まあそれこそが、えー、れい新選組の、まあ、本当にあの王道というかやり方ではないかなと私は思っております。はいえー、と山本代表がまだ、はい、あの到着していないということで、まあね、皆さんお待ちかねだと思うんですけどももう少しじゃあ私の方からお話、えー、とさせていただきたいと思います。はい、えーと そうですねあと、もう1つ、まあ、さっきちょっと私の,あのやりたいことの1つに、えー、子供と女性をあらゆる暴力から守るということをあの申し上げたんですけども、まあ、本当に暴力っていうのは何も、ね、殴る、蹴るとかそういったことだけじゃなくってやっぱり優位な立場にあるものが、えー、そうじゃない人をさまざ、あ、まなことによって虐げるということも、まあ、暴力ではないかなと思ってます。でやっぱりまあさ 女性の貧困のことも申し上げましたけども、えーまあ、男女の賃金の格差ですね私これすごく本当に気になっていますで具体的に例えば地方,、えーまあ、地方自治というかそういったそうあの中から何が変えることがじゃあ具体的にどうやったら変えることができるのか とと申し上げますとやっぱり、えー、と会計年度任用職員って皆さんご存知でしょうかあの私たちの,その区の、ね、行政のサービスを担ってくれている、まあ、区の職員なんですけどもあの正規職員さんと今会計年度任用職員といって、まあえー、と1年ごとに、えー、更新をする あの、職員さんがいるんです。まあ、会計年度人用職員と言うんですけども、その方たち、本当に、あの、同じように区民のために一生懸命働いているんですけども、お給料が全然正規職員と違うんですね。で、例えば、えっ、ー、と、豊島区においては、おいては、えー、そういった、あの、会計年度人用職員の方が、全体の職員の、えー、43%かな、47%、 あの、これと23区の中でもとっても多いんです。そしてそのうちの77%が女性です。そしてそのうちの約半分以上が区民なんですね。ということは、私本当にちょっと強い言葉で言ってしまうと、あの、区がね、 区はワーキングプアを本当にそういったものを生み出しているのではないかと。まあそういった形で私は本当にこの、この問題を追求して、やっぱりもっともっとその区の方がそういった非正規会計年度ではなくって同じ働く仲間の環境をよく知っていただきたいと、そういったことを訴えておりますし、また今後も、えー、言っていきたいと思います。区がそうやってあの女性の賃金を上げることで絶対他もどんどん上がっていくんですね。なのでそういったことを、まあ、区のレベルから からえっ、ー、と公共のサービスの方からできると私は思って、えー、このこの問題に取り組んでいきたいと思っております。はいでははいあの皆様お待ちかねの山本太郎代表が参りましたのでではマイクをかわってよろしくお願いいたします。 ああ平日の、えー、お忙しいところに皆さんあの足を、えー、運んでいただいてありがとうございます令和新選組代表山本太郎ですよろしくお願いしますありがとうございます <laughs> まああの今 国会で予算やってるんですね。衆議院が通過して、で、参議院なんですけど、もうすぐ参議院も、えっ、ー、と、終わりを迎えるっていうところでもう結構バタバタしちゃってて、で、明日、明後日、質疑があるっていうところでもう、ちょっと準備が間に合ってない状態で、えっ、ー、と、遅れてしまいました。申し訳ないです。で、もう塚田さん、結構喋ってくれたんですか何分ほど ?10 分ほど ?15 分ほど。えっ、ー、と、おそらく、もともと塚田さんのこと知ってるって人はどれぐらいいらっしゃるんですかありがとうございます。嬉しいな。 手を挙げてない人が多いんですよ。ってことは、これ、ものすごくいいことなんです、何かっていうと、やっぱり、あのー、4, 月に4月の16日からですよね、4月の16日から始まる、えー、統一地方選挙で、ここで豊島区で、あのー、心ある議員活動をやってくれてた人が、令和に加わってくださったってことです、これ、非常に大きいんですね、で塚田さんとはもともと原発事故後、編集者をやられてて、その話は申されましたか。 あしてまだしてないですまだしなかったんですか、はいはい、なるほど、えっと、編集者やられててあの、取材をしてくださったりとかですねあの、非常に優秀な編集者として知ってたんですけども、政治の世界に、えー、踏み出すってことを聞いて、すごくびっくりしてたんですけどね、で、えー、こうやって一緒にやれてるっていうのは非常に、えー、嬉しいところですあの、非常に丁寧に、そしてこま、えー、細やかにで、多くの人々に、えー、やっぱり、しっかり底上げしていくようなことを仕事できる人なので、ぜひ何としてもこの人、 えー、もう一度ですね、区議会というところにですねあの、送り込んでいただきたいという思いでいっぱいです、そのためには皆さんのお力が必要になってきます、えー、4月の16日、えー、16日、4月の16日って、初日なんですよ、で、えっと、ポスター貼りっていうのがあるんですよ、結構掲示板多いんですかね、豊島区は。 はい、318かな。はい、318箇所にポスターを貼らなきゃいけないっていうことから始まるんですね。もちろんもう始まってんですよ、いろんなことは。で、えっと、他にも、少子貼り、チラシにですね、少紙を貼るとかっていう作業が様々ありますので、もし皆さんの中で4月の16日開けられるよっていう人がいたら、ぜひお願いします。で、16日は無理なんだけど、17日はって方もぜひお願いします。で、16、17無理なんだけど、18ならって方もお願いします。 で3日とも行けるわっていう人はもう神様です、ありがとうございます、ぜひですね、お時間を割いていただきたいってことでございます、何かしらあなたにやっていただけることが見つかると思います、で、今、塚田さんねあの、活動されてて、えー、こういう、例えば、えー、お手伝いいただけるボランティアさんで、こういうことできる人いたら助かるなみたいな人いますか、事務的な作業できる人とか分かりませんよ。 適当に言ってますけどもう本当に何でも何でも本当にウェルカムなんですけども、えーまあ、例えば本当に本番のドライバー具体的ですけども <laughs> 豊島区の道をよく知っているドライバーさんがいたらとてもうれしいなと思いますしあとあのー。 外線の、あの、一緒にね、あの、外線の時に来てく,あのくださって、まあ、チラシを配ったりとか、そういった方を、あの、もう求めております。はい。なるほど。えっと、チラシを配るって結構、あの、本当は、むちゃくちゃ奥深いんですよ、チラシ配るのって。なんか、あの、普通に配ってりゃいいんでしょって話じゃないんです、本当は。むちゃくちゃ奥深くて、この、チラシをどの角度で出すか。 その人の目線がどこに向いているかで、どれぐらいの間合いで近づいていくかってことにおいて、ものすごく本当は奥が深いんですよ。もう名人級になると、えー、取るはずのなかったチラシを取っていただけるということになるんですけど、結構強引な人とかから受け取ると、もうこの、えー、受け取ったもの自体がもうゴミになってしまうということですねで。下手したらもう捨ててしまうということもありえるので、非常に奥が深いんですけれども、入り口としては。 えー、多くの方々が参加できるっていうチラシですね、えー、そういうところでもぜひお力を貸していただきたいと、あと、免許を持ってる人ですね、選挙カー、選挙カーの運転ですねあの、安全運転っていうことで、えー、免許を持たれてる方、ぜひです、ね、あのお力を貸していただきたいと、えー、さまざまです、ね、皆さんにお手伝いいただけることありますので、ぜひです、ね、積極的にお力を貸していただいて、えー、この豊島区に令和の旗を掲げさせていただきたい。 そうすればこの豊島区に一つ令和の拠点ができ、そして皆さんとこの豊島区の問題であったりとか、それを一歩でも前に進めるっていうような場になったり、それだけじゃなく、これは令和っていう勢力を広げていくための拠点が、 ここ豊島区にもできることになりますのでぜひです、ね、一緒にみんなで作っていきましょうというお話でございますまた後ほど塚田さんにはですねマイク握っていただきたいと思いますで何をやるかってことなんですけどいつも通りでございますいつも通りって何ですかってことなんですけど皆さんからご質問いただいて山本がお答えをするということをやっていきたいんですけど今日はあの塚田さんもいらっしゃるので豊島区の問題であったりとかっていう部分があったらですねぜひ塚田さんにも質問いただければと思います えー、もしあなたが、えー、問題意識を持っている豊島区の問題であったり、国政であったり、もし私たちの中で、まだ今、そこを惚れてないということも多分出てくると思うんですね、その際にはぜひです、ね、あなたが、えー、その私たちの理解を、えー、深めてくださるというようなです、ね、あの役割をしていただければ。 えー、私たちがこれから取り組んでいくっていうようなことにもつながっていくというふうに思いますので、よろしくお願いいたしますちなみにですよ、今日この場に来たのは、特に令和の支持ではない、もしくは、えー、令和の、えー、政策、あまり知らない、そういう方ってどれぐらいいらっしゃいいいますかいいんですよ、あの全然、それを今から責めるわけじゃないんです、何やってたんですか、今までとか聞くわけじゃないんです、ありがとうございます。えっと なぜ手を挙げていただいたかというと、ようこそお越しいただきまして、ありがとうございます。あの、外線だったら、外でやってる時には、喋っててたまたま通りかかった人とかっていうのは出会えるわけですけど、こうやって室内でやる場合には、なかなか出会いがないわけですね。逆に言ったら、指示してますとか、知ってますっていう人が来てしまう。いや、来てしまうって言っちゃいましたけども、それはいいんです。みんなで心一つにしてやっていこうぜっていうことを確認し合える場だから。でも、それ以外の人たちにも、ぜひ、 こうやって合流していただけるっていうのはラッキーでございます。逆に言ったら、今日、えー、令和のことをよく知らないんだって方々に、えー、知っていただける日になったっていうふうに受け止めておりますので、えー、これから質問していただける方も答える私もできれば、えー、初めての方にも、えー、伝わるような、えー、やり取りっていうものを目指していけたらっていうふうに思います。えー、ルールはですね、一分。1分でお話をまとめてくださいということでございます。よろしくお願いいたします。さあ、どなたか早速いらっしゃいますか。 最初に初めて来た人が、むっちゃ積極的、しかも一番前に座ってるっていうことで、じゃあ、最初にどうぞ。あのー、実は、山田太郎さんとは賛同会ってるんですが、ご記憶にないと思うんですが、私、豊島区区民なんですが、今回、あの塚田議員の統一選挙につまって、区長選が行われるんですけど、 まああのー、亡くなったことを悪く言いたくないんですけど亡くなられて後継者に指名されている方がこの19日のイベントに挨拶に来ました10分間話してましたそれは政治活動だと思うんですけど後継者っていうのは政治家にはあるんでしょうか以上です と後継者っていうのはの後が聞き取れなかった後継者、前区長の後継者として、まだ出馬表明はしてないんですが、この19日までは副区長、20日に辞任されたそうです、はい、でもう、今回の選挙に、うん、16日同じ統一選挙に、えー、区長選が行われるんですが、その区長選に出馬するということで、20日に。 辞職してで、高野さんの後継者だということなんですが。えっと、ちょっとよく分かってなくて申し訳ないです、えっと、現区長がお亡くなりになったんですか、ね、でそれによって、えっと、その後継者を名乗る人、現在の副市長が、えー、これを立候補する方向だろうと、で、えー、副市長はもう先日、えー、辞任をなさって、で、えー、その前に、 自分後継者ですってことで挨拶をなさったと後継者と言ってないんです後継者と言ってない副区長として副区長として共済が豊島区なんでまあまあまあ,あえっとまあ別に問題はないでしょうね本来であればじゃあマイクを通してお願いします本来であれば前高野区長が来るんですが天国でその辺にいるんじゃないかと笑いを取ってました なるほど、えーと、ちょっと待ってくださいね、今の、えー、とご質問の趣旨っていうのは、えー、次の選挙に出るのに、そういう立場を利用して活動するっていうのは、これ、えー、と事前にもう選挙運動をやっちゃってるのと一緒じゃないかっていうご指摘ですから、なるほど、まあ、そうですね、そうなんじゃないですか。いやありでしょう、いやってありっていうのは何かって言ったら、だって立場は副市長なわけですよね。副副区区区長長長ごめんんななさい副区長なんですよねって考えたら区長が 不在の時に副区長が、えー、特殊豊島区のえ主催のそういう音楽会に顔を出し、ご挨拶をするともう一人副区長いるんですよ、二、うん、人で。まあでもそこはちょっとつけないな、うん、っていうか、全然、あのバリバリ合法の範囲です。で、<う>翌日、辞任しましたまあえっと関係ないでしょうね、関係ないと思います。逆に言っったら副市長という立場を使って 最後の最後までそういう事前の選挙活動を行っていたということも言えるけれども、でも立場としては副区長なわけだから、副区長の業務の範囲であると言えると思います。で前、えー、前、その副区長の前は、小池都知事の秘書でした。なるほど。まあえーとまあね ゆり子さんのお膝元ということで、やっぱりその地盤はちゃんと脈々と受け継ぎながら守っていくっていう普通の政治ですね、おそらく、一般的な政治の流れでしょう。全く変わらないと思いますね、多選<ん>、前区長は68歳で立候補して、うん、それで20年間、務めまして。 まあ高されたんですがなるほど先ほどのご質問にお答えするとするならば、それは違法か否かって考えると合法であろうということです、まあえっと、どうなのそれっていう気持ちは、えっと、持つ人はいるだろうけれども、でも手続き的にというか、何かしらルール的にそれが咎、えー、められるものでは一切ないっていう状況なのかな、今の情報だけそれは。でですすね、はい、私も違法ははないといととうことは分かってまただ道理的に 後継者に指名するということが本当にあったのかどうか。ま、それはちょっと陣営に聞いていただかないと分かりません。はい、あの私は一切関わりがないし、関わらせてもらえないだろうし。<laughs> あのアウトサイダーとしてあの存在してますので、えっと細かい話はよくわかんないけれども、えっとま同、あ、理的にどうなんだという部分に関しては、おそらく区民の皆さんがジャッジするべきことなんだろうというふうに思います。ありがとうございます。さあ、他いかがでしょうか？ じゃあえっ、ー、とそちらの紫のニットの方、そのまま手を挙げておいてください。ありがとうございます。と私は今三十代の看護師をしておりまして、普段は業務委託でちょっと新人教育などをしております。 でえっと今回、ちょっとあの山本,、えー、山本さんに聞きたいのがえっと医療業界でインボイス制度が関わってくるのかどうかっていうことがちょっと私、すごく心配でっていうのも、えっと、市区町村からクリニック患者さんにインフルの,かあのワクチンを打つっていうのは課税になるんですけどもえー、例えば市区町村あの、医師会に依頼をした業務委託そこからクリニック ドクターナースが派遣っていうのは非課税になってくるなので免税事業者の開業医とかがすごい負担になってくるのではないかっていうふうに思っているのとえっと歯科医師や技工士さんっていうのは免税事業者が多いっていうふうにお話を聞いておりますなので入れ歯とか差し歯を作っているあのまあ 工場で働いている方とかにすごい負担がかかってきて将来の医療業界にすごい問題があるのではないかなと思ってるんですけどもここら辺とかがご存知だったら教えていただきたいですすみません、一言で言ったら知りません、申し訳ないあの知識がないっていうところで申し訳ないんですけど今お話を聞いたらものすごく問題ですね逆に言ったら国内でそういうようなことが、えー、例えばですけど今、歯科技工士でおっしゃいましたが技師であったりとかっていう方々が。はいえ まあえー、一人親方でやってるっていう状態の場合ですね、はい、でその場合に当然、えーと、今おっしゃってたのは要はインボイスっていうところに関係してくるだろうっていう声をよく聞くとって、はい、な,なってなったとしたらじゃあこれ、多分廃業してったりとか、ね、そんなに儲けられないっていうか逆に言ったらそれで生活圧迫されるんだったら外で働こうかっていう話になったりとか、はい、逆に言ったらその、えー、となんだろうな枠がないならばその道やめてしまう可能性もあるわけですよね。はい で問題として何が起こってくるかっつったら多分、この日本の歯科技術みたいなものって高いところにはあると思うんですけどこれがどん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 ん若い国に追い越されていくっていうか、うん、逆に言ったらそういうようなものも海外からのさまざま安いものが入ってくるっていう状況にされちゃったとしたらよりそれが追い風になって日本国内でその職業を営むっていうことが非常に難しくなってくるっていうのはこれやばい話ですね。はい、供給能力っていうもの 国内,に国内の、日本国内において何かしらものを作り出すということの、えー、部分をどんどん潰していっちゃうってことになった、安いものが外から入ってくるから、それに頼ろうってことになったら、国内で製造する人、えー、その食に関わる人っていうものがどんどん淘汰されちゃったら、これ、シャレになんないですね、本当に。ごめんなさい、えっと、勉強不足で 歯科技講師だったりとか医療者に対してどのような影響を及ぶ及ばすのかってことに関してはちょっと正ちに私がお答えできるような状況になくて申し訳ないんですけれども、はい、ちょっと問題意識持ちたいと思いますあ,ありがとうございます,いますよろしくお願いします、はい、さあ他いかがでしょうかじゃあここの、えー、こっちこちらのブロックの後ろの方の方あなたですね今振り返ったはいありがとうございます えっと、今ですね、えっと、東京都の若年被害女性など支援事業を受け負う一般社団,般社団法人コラボという団体が深刻な妨害を受けていますそれにもかかわらず警察は何もしない、ま、メディアでもまともな報道もされない都、えっと、に至っては、まあ、コ,ラボコラボ側つまり被害者の側に あの事業の中、事業の中止要請を出すという。あの大変理不尽な報道、理不尽な対応をしています。えっ、ー、と、現在、この問題を。あの共産党や立憲民主党の議員さんが。取り上げ始めています。あのぜひ令和からも。あのお願いしたいと思います。ありがとうございます。えっと、まあ、問題としてはちょっと、あの。このすべてっていうか。 えー、このコラボの問題に関して、私が、えっ、ー、と、なんだろうな、どういうことになってるかってことに関して、すべて理解してるわけじゃないです。どういうことがあって、そういうことになって、で事実、さまざまな監査を受けて、どういう結果が出たとかっていうことに関しては、私は知りえませんっていうか、知らないんですね。知りえる状態にあったかもしれないけれども、そこをチェックしてる暇というか、時間がなかったんですよ。あの抱えてる問題がさまざまあるのでってことですね。で一方で今のお話 後半戦の部分に関しては、ええなんでしょう。まあその活動を停止しろというふうに東京から言われているってことですよね。はい、そうですよね。はい。ま警、あ、察も何もしないし、あの東あのまあ逆にまあつまり被害者の側が逆にあの活動の自粛を求められているという。 あの警察は基本、何もしないんですよ、何か起きるまで何もしないんです、これが警察のスタンスなんですね、一方で、妨害者との間に、えー、妨害者によって日常的な活動が非常にやりづらくなってるでしょ、違う、はいそのそのあのかつバスカフェの活動をしている最中に、あの妨害者がやってきて、あの本当に隙間飛ばれたり、えっ、ー、と、 バスカフェの前であの実際に少女や若い女性たちが集まるまバスの前であの大声で叫んだりでもそういう本当に、まあ、深刻な妨害が続いておりますますあちょっと無茶苦茶ですよね、はっきり言えばあの今行われていることがね本当に困った人たちを助けるためにやっている活動なのにそこにいろんなことを。えー はっきり言っちゃえば、難癖に近い形なのかもしれません、でもそれを私が断言できない、ごめんなさいね、今、どうしたかって言ったら、その、えっ、ー、と、監査したものだったりとかっていう結果を見てないので、そのことの顛末みたいなものをチェックしてないんです、なので、言えることは何かって言ったら、誰かのためになんとかしたいっていう思いで活動してる人たちに、今、その妨害が入っているっていう状態であると。 でそれに対して、このまま妨害が続いたときに何が起こるかわからないから、まずは安全第一だってことで、東京がそれを、えー、っと活動をやめろ、今止めろということを言い出したっていう,っていう理解でいいですよね。とい、まあ、うだと思いますはい、ありがとうございます。でも活動をやめちゃったら、じゃあ困っ、あの困ってる人たちだったりとかっていうのはどうなるんだってことだと思うんですよ。それを代替するものがあるのかっていうことだと思うんですね。 おそらくないんでしょう他に同じような活動をされている方々が東京都から資金を受けてとか分かりませんけど応援されて活動をやってるんだったらそこが受け皿になるかもしれないけれどもバスまで出して、えー、と街中でそういう活動をやられてる方っていうのは他にはいらっしゃらないであろうからこれは逆に言ったら本当に、えー、しんどい思いしてる人たちが何とか助けられるあの助,、えー、助かるつながるっていう部分をそのような少しちょっと遊びにしてしまうような。 ある意味でこれ、何かしら、なんだろうな、ごめんなさいね、言葉が出てこないのは、えー、っと一日中喋ってるとこうなるんですね、えーまあ、何かしらイベントのようにしてしまったということですね、その妨害者たちが。で、ここに対して、ちょっと何か政治的に動けないのかということで、共産党と立憲民主党が動いてるんですか、今。共産党党と立憲民主党っていうのの、は、はそれは都の 議員たちが動いてるってことでいいんですかね。国会で取り上げられて、取り上げてられていましたなるほど。えっとね、それを直ちに私たちが取り上げるかっていうことに関しては、約束はできないです。申し訳ない。どうしたかっていうと、そもそも発言時間が短い中で、私たちが、えー、取り上げなきゃいけない問題もいっぱいあるんですね。で、昨日も、えっと、ええー、なんだあれ、統一教会の問題。 ここに対して追求しないのかって言われる方いらっしゃったんです。もちろんこれ追求しなきゃいけないし、その海出さなきゃいけないんですけど、私たちがその時間をすぐに確保して、自分たちの持ってる質問時間をそこに注ぎ込めるかって言ったらなかなか難しいんです。自分たちの中でやるべき活動。例えばですけど、やっぱり私たちが一番やらなきゃいけないって考えてるのは、経済問題なんですよで。多くの人々、特にロストジェネレーションって言われる人たちが、 このままじゃ本当にとんでもない老後になってしまって、っていうようなところが私たちのメイン、一番のメインなんですね。それを考えたときに、あっちもこっちもってなっちゃったら、自分たちの一番やらなきゃいけないことに対して、これ、時間が下げなくなっちゃうんですよ。なので、それは大変な問題ですね、国会で私たちも追及していきますって言えるぐらい、私たちは質問時間だったり、質問の機会っていうものが与えられてるわけじゃないっていうところから考えなきゃいけないんですね。 安受け合いはできないってことは申し訳ないと思います。これに関して、今お話を伺って、問題あると思うかって言われたら、問題ありでしょ、っていうことは言えます。で、このことに関して何かしら協力できることがあるならば、それは考えるということはあるんですけれど、えー、今のこの要請を受けて、すぐにそのことに国会で取り組みますっていうお約束はここではできない。ごめんなさいね、はっきり言っちゃって。普通はね、もっと含ませてとかね、なるほどと、受け止めました。 ちょっと話し合ってみたいと思いますみたいな持ち帰り案件にしとくっていうことで終わらせてて、終わらせるっていうやり方もあるんですけど、でもやっぱり、あの、私たちの、えー、持ってるリソースを削くっていうところに、えー、今、その余裕がない。それに問題を感じないってわけじゃない。問題はあると感じている。一方で、すぐさまそれに、それを、えー、そこに関して自分たちのマンパワーを削くってことが可能かって言ったら、それはちょっと厳しい状態になると。 そう思います,すいませんただちょっとあのこの状況をちょっと詳しく知っていただきたためにあの簡単ではありますがあの資料とかもまとめたものを後でお渡ししてもよろしいでしょうか助かります、ちょっとそれ受け取ってありがとう助かります、それ一番助かるんですよ問題意識の持ってる人たちが、えー、その内容を噛み砕きそしてそれに加えて資料なども一緒にいただけると理解が一気に進むんですね。 で、冒頭申し上げた通り、この件に関しては私、あのー、様々ウォッチしてきたわけじゃないので、知識が完全に欠落していると思います。そういった意味で、そういう情報提供、非常に助かります。ありがとうございます。さあ、他いかがでしょうか。じゃあ、そちらの白い方、白い方って言ったっていっぱいいるか。えー、前から4番目の白い方。 すいませんまたインボイス制度についてなんですけれどもとにかくちょっとメディアが全然取り上げてくださらないんですね。であの国民全員に関わるところなんですけれどもとにかく問題点が。 全く伝わってないと私は思っていて、サラリーマンの人とか、主婦の人とか、物価も上がったりとかもするのに、自分事だと思ってないんですね。なので、あのメディアにどうやったら、インボイス制度の問題って取り上げられるのかなということをちょっとお聞きしたいです。であとごめんなさい、もう一点なんですけれども、国会でインボイスのその質問をすると、毎回同じあの複数税率の下で適正な課税を確保するといった、あの全く同じ回答を繰り返されるんですね。なのでこういったあの切り返 をされないようなあの国会での質問をあの高谷さんとかすごくいい質問されていらっしゃるのでぜひちょっと山本さんからもあの質問していただけたら嬉しいなと思ってるんですがいいかかががでしょううあありがとうございますあの先ほどのバスカフェの問題にもつながる話ですけれども。えっと 何を取り扱うかということに関して、ここで任せておいてくださいってことは言えないっていうのが非常に心苦しいというか、申し訳ない思いです、はい、で一方で、ご自身はインボイス関係するんですか関係する、はい どんな状況になりそうですかちなみにあの個人情報まあこんなやりとり申し訳ないんですけど <laughs>、はい、話せる範囲であ、まあ<何>私はそのすぐに廃業だとかそういうことはないんですけれども、はい、ちょっとあの私と同業の方々がやっぱり廃業を検討されている方がたくさんいらっしゃるっていう状況なんですねであの消費税に関わるところなのでもっと国会で扱っ 欲しいんですけれども、あの地方議会の方であの塚田先生にあのすごくあのご尽力いただいて私豊島区に請願も出したんですねあの延期してくれるようにあの意見を出してくれないかとあの先日請願も出,す出させていただいたんですけれどもやっぱり国政の問題だしあのなかなかその <laughs> 豊島区はその文化芸術をあのとても大切にしてる町なのでやっぱりそういう。 まああの今ちょっと声優とかアニメ業界の人たちすごく廃業ああを検討してるっていうことで豊島区からぜひ意見を発信してくれないかって請願を出したんですけれどもやっぱりちょっと不採択になってしまってうんなかなか難しいっていうところでやっぱり国会で取り扱っていただくのが一番いいのかなと思ってちょっと今日質問させていただきました。あありがととううございます、あののー、の個人事業主の方々の間でははイインボイスってことはもう イインボイスこのインボイス制度っていう部分に関しては、もう共有はほぼされてる状態なんですかね、どうですか私の感覚では、あまりされてない、なぜならメディアが取り上げていないあの、正確な情報を伝えていないので、なんとなくやばそうだぞっていう認識だけ今、ふわーっと広がっていて、だけどもなんか税理士とか税務署から登録した方がいいんだぞ、じゃないとあなた取引排除されるみたいな。あの あのー、すごいふわっとした不安でみんな登録しちゃってる状態で,で取り下げができるっていう話をようやくなんか知った人たちがぽちぽちと取り下げをしたりとかしてるんですけれどもまだ多分何が具体的に10月1日から自分に影響するのかっていうところが分かってないっていう認識ですありがとうございます、まあ、当事者の方から言ってみてもその自分の周辺あの同じようなです、ね、今回インボイスで被害に遭いそうな人たちっていうのも 結構ふわっとしちゃってる。知らない人たちも多いっていうことですね。それを考えると他の人たちが知らないって当然の状態になっちゃうんですね。で、まずやっぱりその当事者たちが大きく動いていく。もちろんこのインボイスに関しては様々な団体があって、皆さん声を上げていくって方向にはあるんですけど、なかなかこれハードル高いですね。で、わかりづらい。なので私、インボイスっていうことだけをこう、なんだろうな、えー 問題ありますよっていうことを宣伝するっていうのは結構ハードル高いなと思ってるんです。結局は何だったら消費税自体がもうどうしようもない、ダメなものなんだっていうところから入らないと、なかなかインボイスまで届かないと思うんですね。で、やっぱりその壁っていう部分に関しては何かって言ったら、この、なんだ、えー、要は預かりでしょって、私たち払ったものを猫ババしてるんでしょっていうところから、 やっぱり誤解が多いっていう部分だったりとかおっしゃる通りですだから、まずはろくでもない消費税ってことをちゃんとお伝えした上で、しかもここの先っていうところまで説明をしないと、なかなかって考えると結構説明するのに、簡単に説明したとしても、分減るかなあの田谷さんがそこ、すごく、うん、あのいい答弁を引き出して、預かり金じゃないっていう認識で、うん、結構ですって言わせたんですよ。 政務官の方になんですけど、そのちょっと後に岸田さんがすぐにですねそれをもうなかったかのようにあの預かり金でうんたらかんたらって始まっちゃったんですね、でそれをやっぱりみんな知らないんですよ、どうしたらいいんでしょうか。いやい,い答弁取ったとしても、それを喜んでるのマニアックな人だけなんですよ、はっきり言っちゃえば。いや、いい答弁なんです、ものすごく預か,り金預かり税ではないという答弁っていうのは、もうほらって、違うじゃないっていうことは説得できるんだけど。 そこにまで興味が至ってない人たちにしてみたら、えっ、ー、と、何の話ですよっていうところを埋めていかなきゃいけないってことですね。だから、インボイスっつって、えー、300万から500万の事業者がっていうことになったとしたら、もうそれだけでぐっと狭まっちゃうってこと。自分ごとじゃない。周り回って、これ物価上がるでとか、生活苦しいなんねんでみんな。で、その後増税されねんでっていうことって、ちょっと自分ごとに引き寄せづらい話なんですよ。 ってなったとしたら、今自分たちが払ってる消費税がいかに悪税かっていうとこから、やっぱり説明していく必要があるんだろうと。もし私が質疑するんだったら、そういうパートで。で、高谷さんは元々経営とかやられてたんで、おそらくそういう人たちがもう、ズバッとこっから入ったとしてもついてこれるっていう。だから、い、だから客層が違うというか、いいんですよ。いろんな角度から、それは、この消費税だったりインボイスっていうものが、6でもないってことが広まればいいことだからってことですね。 なのでちょっと、あのー、今、いっぱいやばいものが出てきてる状態なんですよ。例えばですけど、あのー、まあ、この軍備の拡大っていう部分もそうですね。で、ろくでもない予算っていう部分が通ろうとしてるっていう部分。誰が、誰を救うんですか、この予算がっていうような部分ですね。だから、あの、一番厄介なことは何かしたら、問題が一つだけだったら、これはフォーカスしやすいし、伝えやすいんですけど、 ここに対して世の中にも問題しかない状態で、問題がさまざま毎日のように作られている中で、そ,そこをどう仕分けていくのかというところの,あの問題になっていくんだろうなと、なので私的にも当然、インボイスは当然やらなくていいものというか、やっちゃいけないもの、それ、何よりも,もう消費税自体をやめなきゃいけないんだという立ち位置からの何かしらアプローチというのは、これはやりたいとは思ってるんですけれども、すいません、ありがとうございます。 さあ他いかかがでしょうか、えー、じゃあそちらの方いきましょうか、前から3列目ですあの食の、食料の安全保障についてお伺いしたいんですけど、まあ日本の食の自給率って30%を切ってしまって、えー、今の米農家でも、 肥料が上がったりして来年再来年にはほとんど廃業すするるのが増えてくるわけですねそして酪農家も肥料これも飼料が上がっちゃって酪農家をあ子牛1頭のが100円とかでも買い手が。 つかかなないとか非常にに悲惨な目に遭ってんですけど農水省が管轄する特別会計で、えー、その農家とか酪農家に対して交付金みたいな補助金をこう出したらいいんじゃないかっていう財務省が管轄するあの一般会計じゃなくて特別会計で何かそういうものが出せることはないのか。 その辺はどんなふうに代表、おかなんでしょううえっともうややこしいこと考えなくていいと思うんですよ、あの特別会計がどうしたとかって言ったら、もう話ややこしいじゃないですか、特別会計の闇を暴くって言ったら、もうこれ、殺されるコースになるらしいですね、で何言ってんのお前、特別会計に踏み込めみたいなことを言う人、たまにいるんですけど、お前、死ねって言われてるのと一緒なので、私が言ってるのは、あの権力取ってからでいいんじゃないですか、そんなことっていうふうに思ってるんです。どうしか言っってたらだだお金がなないいわけじゃないんだもんも お金は作り出せるのが国家だよ。社会にお金が足りてないときはお金の量を増やすんだ。それは国家ができることでしょう。う必要なところにお金を入れていけばいいだけだから、わざわざ特別会計ってものを持ち出さなくても、何の問題もないんですよ。予算付けをすればいいだけ。今お話しいただいたこと、本当にそう思うんですね。例えばですけど、農業っていう部分も、えー、肥料っていうものが、ね、日本国内で作れるものっていうのは限定的ですよね。逆に言ったら、えー、 もちろんロシアだったり中国だったりウクライナだったりっていうところからも来てるわけですから戦争だったり様々な目詰まりっていうところでこれが入ってきづらくなったり高騰したりっていうことになったとしたらそれ直撃するに決まってるやんって話ですねじゃあ上がった分に関してはこれ国が持つわってやらへんかったらこれ倒れていくのは当たり前の話なんですよで酪農家だってそうじゃないですか資料上がってるよねっていう部分に加えてしかも需要っていう部分を考えた時にこれ行き場がないじゃないか だとしたら、それを国が買い取るしかないだろうっていう。だから、食の安全保障。え、今、今最も政府が力を入れてるのは、えー、外交安全保障って言われる枠組みですよね。で、外交ってものはほとんど行われてないんですよ。で、かい、あれも海外旅行って私呼んでるんですけど。いや、そうなんですよ。だって、あの、海外行って金払ら巻いて喜ばれるっていうね。よく来てくれたっ,っそれは歓迎されるわなって話なんです。で、一方で、ちゃんと外交らしいことをやってるかっつったらやってない。 例えばだけれども、これはもう何度も言ってますけれど第二次安倍政権以降、ミサイル90回以上飛んできてると、北朝鮮からね、で、えー、核実験4回って考えたときに、どうやってそれに対処するのか、けしからんと言葉では言いながら、これ、中国経由で、これ、抗議してるんですね、中国経由でって、それ、外交って呼ぶの直接もやられへんの、まあ、だからそのレベルなんですよ、はっきり言っちゃえば。 それを考えたときに、外交安全保障っていうこと自体がもうボロボロの状態、けれども、なんかさまざま、武器を買ったり、武器開発して作ったりとか、余計なことだけするんですよね。だからこの緊張を高めないための外交ってものは一切考えずに、逆に言ったら、この緊張をいかに高めるかってことをアメリカと一緒に頑張ってるんですよ。で えー、そこに対して、この5年ぐらいのスパン、それぐらいのスパンで、えー、ローンも加えて、武器のローンも加えて、60兆円の金出すって決めてるのに、じゃあ国内の安全保障どうなんですかって言ったら30年置き去りもうみんなの生活、地盤沈下して、経済は衰退に一と賃金下がりっぱなし。で、食料安全保障はっておっしゃった通り、もう4割切ってるっていう。それ考えたときに、安全保障を語る資格のない者たちなんですよ。 で、そんなこと考えてないから、自分の安全保障だけなんですよ。自分と自分の組織の安全保障しか考えてない奴らなんですはっきり言っちゃえば。そう考えたときに、やってることが全部外れっていうのはと、そらそうなんですね。酪農家に対して資料っていうのが上がったんだったら、その資料代、国が持ちますよって当たり前じゃないですか。で、余ってんだったら、余剰があるんだったら買い取りますと。で、それは、えっ、ー、と、低所得世帯に配りますとか、ものによっては、えー ODA でやってたような脱脂粉乳に脱脂粉乳って形にしながらこう届けていくとかっていうやり方もあるんだろうって。どうしてやらないのって。いや、捨ててもらわなきゃ困るんだ。牛を殺してもらわなきゃ困るんだ。だって輸入できなくなるじゃないかよって。お前、どこの国の政府だよって話ですね。逆に言ったらもう潰していくってことしか考えてないっていうか。だからこの国の将来なんて未塵にも考えてない。そういう中でどうしていくかって考えたときに、えー この特別会計でっていうやり方もあるかもしれない。私にはちょっとあれですけど、そういう考え方もあるかもしれないけど、もうとっとと金つけろよって話なんですよ。だって通貨発行権あんだろっていう、もうものすごくシンプルな話だと思うんですね。それを求めていきたいと。で、それをじ、ねえ、もう、3年だけでもいいからやらせてくれたらね、まあでも700分の8人しかいない、えー、私たちのグループではなかなかそれを明日からやらせてもらいますってことをね、 気持ちよく言えない何ですか、困ってるんですか、新宿で、そういう妨害にあって、だったらそれ、もうすぐ明日から機動隊入れますねみたいな話とかね、そんなこと言ったらまた問題になるか、<laughs> 例えばね、だから国家権力っていうのはものすごく強いものなんですよね、そう考えると、けれどもそれは皆さんのためには使われていないっていう、権力の使い方一つで、 多くの人々を幸せにできるのにそれさえもしないような奴らは即刻退場させる必要があるんですけどなかなかこれハードなゲームですね、ええ、でもこれは勝てるゲームだと多くの人々が変えたい変えなきゃって思ったら変えられるゲームだというふうに思ってますありがとうございますさあ他いかがでしょうかじゃあその後ろの方いきましょうか真後ろあ,ありがとうございますえっと山本大夫はですねあの尊敬している政治家 小沢一郎さんとどんな交流をなさっているのか、食事、メール、年賀状など、それで小沢さんは現在の山本代表をどうご覧になっているのか教えてください。次は質問ではありません。令和の躍進が続けば、経団連やアメリカが最も嫌う政党になります。山本代表は命を狙われる危険があります。14日、新宿でのおしゃべり会を YouTube で拝見して、与田カレンさんの に感動しました。来年7月の都知事選にはカレンさんの出馬を期待します。山本代表からもぜひお,お願いしてください。テレビは嘘がほとんどですが、信頼できる報道機関もあります。雑誌週刊金曜日と SNS 中心の短冊です。私は関係者ではありません。スタッフの皆さんのご支援をお願いします。えー、最後に、代表のそばでパソコンを操,操作される方、 18日の相模原市のおしゃべり会で、令和との関わりをお話ししましたが、山本代表から彼女の聴取をご紹介ください。できればフルネームで自己紹介をください。わせて山本代表の短所を教えていただければ嬉しいです。以上、ありがとうございます。いくつかあのいた,だいたんですけれど、す、え、べ、ー、てカバーできているとは思いません。すみません。 まず、えっと、尊敬する政治家はと聞かれて、先日ですね、そうだなって思って、あ、小沢さん、尊敬してますよって話をしたんです。どうしてかって言ったら、やっぱり自民党の幹事長っていう、えー、ものすごく力のあるポジションを務めてこられて、で、その後、えー、政権交代みたいなものも何度か行ったわけですよね。そう考えたとすると、やっぱり社会を変えるために何が必要か。えー、当然これって 政権交代をしないという社会変えられないから、そのためには譲れるもの全部譲るんだっていう考え方、ものすごくシンプルなんですよ、だからちょっと、私だったら当然、例えばですけど、政策でとかっていう話をしちゃいそうなんですけれど、でもその政策というものも権力を持たなければ実行できないだろうって、だからやっぱり最大限広げるってことを考えなきゃ、あなたがやりたい政策も前に進まないよってことを一緒にやってくださってるときに。 あのお話しいただいてたんですけどね、わかりますって、そりゃそうですよねって、ものすごくシンプルで、超リアリストな方なんですが、まあ、そでもう一つ、尊敬するっていうことにつながった話は何かって言ったら、えー、まあ、言ってみれば、国家にはめられたわけですね、要は権力っていうものを持ちすぎたってことで、はめられちゃったってことです、だから捏造のデータまで持ち出されて、潰しにかかられたっていう。 おそらく犯罪者のような扱いをずっと受けてっていうような状態だったのによくぞ命を絶たずに今でも政権交代をするっていう気持ちで政治に関わってるってやばい人ですよはっきり言ってむちゃくちゃ強いですよで逆の立場で自分がそこまで、えー、されたときにその強さを持,って持ち続けられるかってことは自分の中でそうなってみなきゃわかんないんですけどね そうありたいと思うけれども、そういった意味で、非常にあの尊敬するなっていうことでお答えしましたで、まあえっと、帰りですね、帰りというか、その質問を受けた後に、たまに会場で質問あったことを数日後に思い出したりとかして、ああそこでの答え、なこういうふうにもう言えたかなとか、こういうふうに言った方が良かったんじゃないかなって思い返すときもあるんです、ちょっと脳に余裕があるとき。 その質問で、小沢さんの名前だけ出したんですけど、森裕子さんも尊敬してるなっていうふうに、後で思い出しました。あの、まあ、小沢さんのグループの方ですけど、まあ、ものすごく、あの、気合入った人です。森さんね。森裕子さん。で、やっぱりこう、なんだろうな。まあ、ハートがある。ものすごくドライな政治っていう世界の中で、ものすごく熱いハートを持って、 一方で小沢さんのようなリアリストでもある。えっ、ー、と、一つあるのが TPP、TPP の時に、えっ、ー、と、採決があって、で、私一人で牛舗をすることになったんですね。で、その時五5人か6人かのグループだったんですよ、会派が5人か7人かな、社民党と一緒に組んでて、自由党、で、自由党とね。で、その時に、 牛歩をやってる時に、あ、その、本会議に入る前に議員総会みたいなことをやるわけですよ。要本会議これからやります、採決があります、みたいな、今日の議事みたいな、式次第じゃないですけど、こういうことがありますからって説明を受けて、その賛否の確認だったりとかする場所なんですけど、その時にみんなの前で、すいませんって、今日ちょっと僕、牛歩しようと思ってるんですっていう話をしたんですね、TPP。で、あの、もし、あの、皆さん、あの、 ご一緒いただける方いたら歓迎ですけど、おそらく難しいと思うから、あの、先に私、あの、やるってことをお伝えさせていただきましたってことを伝えて終わったんですけど、実際本番になって、本番になってっていうか、あの、議事、あの、議事が進行していって、記名投票、要は名前の書いた札で賛成、反対って入れていくんですけど、で、私最初から、こう、牛歩をやってて、で、どんどんみんな抜かしていくじゃないですか。で、 森さんが、なんか、どんどんみんな行ってんのに、森さん横を通過しないんですよ。そしたら後ろについてくれはって、え、どうしたんですかっていう感じになるじゃないですか。あれ森さんとかっていう話になったら、え、行かないんですかって聞いたら、あなたを越せるわけないでしょって。もう、やられた。<laughs> もう惚れた。もう落ちた。 <laughs> 一発で落ちた、そんな状態だったんですね、あのそういった意味で、本当に、なんだろうな、こう、わしづかみにするっていうか、心を震わすっていうか、なんかそういう時間でしたね、あの自由と小沢さんと一緒にやらせてもらってた時それぞれもう、牛歩をしない人もいるんですよ、それはもうそれぞれの,あの選択でいいと思うんですけど、でも、共謀罪の時とかは、あのその会派全員で牛歩したりとかもしましたしね。 いいつも1人だったわけじゃないんですよその時に賛同してくれた人は一緒にやったりっていうこともあったんである意味で何だろう政治ってどういうことなのかってことを無所属だった自分がグループに参加してグループってこういうことだよってことをすごく勉強させてもらったそんな時間だったんですよねだからそういう私に経験値を与えてくれたっていう小沢さんで様々なことを教えてくれた森さん っていうのは私にとって尊敬すべき人だという話でしたで、えー、つながりはあるのかっていうか今でも交流はあるのかってことですけどほぼないです最後にご挨拶行ったのはえっ、ー、と衆議院私も短い期間衆議院議員でしたけどそのご挨拶に行こうかってことであの高谷さんとで私とで大石さんと三人でご挨拶行ったんですね その時が最後かなないや違うなその後に小沢さんのところの塾があって、その塾で、こうしてで喋ってっていうことを言われたんですよね、あの小沢塾の運営の方からあの声かけいただいて、でその時にあの聞に聞きに来てくださった、その時にえっに、と、バックヤードっていうか、控室でちょっとやり取りをさせていただいたってことです。まあ、おそそらくそんな密には、えっと 三ヶ月に一回会ってますとかっていうことはないです。はい。そのような状態です。で、あの、その時に、その時かその前か忘れましたけど、小沢さんに、こうやって、こうやって会いに来てるってことがもう世間に知れたら、また裏で小沢が操ってるとか言われますよね、みたいなことを冗談で言ったら、操ったってもう操られ、なん、なんつったかな。ごめんなさいね。えっ、ー、と、え、操ったって言うこと聞かねえじゃねえかって言われたんですよね。<laughs> あのだから、たまにどうして、どうして言うことを聞かないんだっていう支持者の方もたまにはいらっしゃいますけど、あの小沢さんの言うことも聞かなかったんですよっていう私なんですね、多めに見ていただきたいっていう気持ちもたまにはあります、すみません、えっ、ー、とそんなところですね、あと、えー、彼女のフルネームってことですけど、すみません、これ、あの顔さらされてるだけでもあれなので、名前まではちょっとなかなか表に出さない方がいいかなと思います、で彼女の長所は何ですかってことですけど、やっぱり。 頑張りやったことですねで何に対して頑張ってるかっつったら、えー、やっぱり社会を変えるってことに対してものすごく一生懸命だっていうことなんですでも、えっともと先日相模原かなのおしゃべり会で、えー、スタッフの方々に質問してくださった方がいらっしゃって何をきっかけに今令和で働いてるのかっていうことを何人かがマイク渡っていったんですけどで彼女はえっ、ー、と 原発から社会問題っていうところにつながっていったと、おそらくスタートが、それ,それでいいよね。で、おそらくそのスタートっていうか、問題意識っていうものが同時だったんですよ。私もそうなんですね。で、彼女もそうでしたと。で、えっと、選挙の時に、最初に出た選挙の時に手伝ってくださってた。だからそっからいろんな、要所要所っていうか、いろんなポイントで、 無所属でやってる時とかも様々な時にもう手伝いに来てくださってた人なんですよでまだ令和が立ち上がる前に何かしらこうみんなでおしゃべり会みたいなことやってで当時は何か終わった後にその主催してくれた人たちと飲みに行ったりっていうかちょっとご飯食べよっかみたいな感じで行ったことがあってそこで聞いた話にすごいびっくりしたのがポスター貼りをやってくれてたんですよでまあいろんなところにポスター貼り行ってるんだけれども何かしら間違ってあの怖いお兄さんたちの事務所に入っちゃったんですって。 やばいやん、それって話したら。で、でも、話したら、ひょっとしたら晴らしてくれるかもしれないから、つって、交渉したって言うんですよ。で、あの、そのお兄さんたちは山本太郎はあんまり好きじゃない、ということだったんだけど、あの、なんだろう、うま、あどっちかって言ったら、維新系だったと、指示はね、その人たちの。でも、いろいろ話して、山本太郎はあんまり、わ、あの、興味ないっていうか、私は好きじゃないけど、俺お姉さん気に入ったな、みたいなことを言われた、みたいな話をね。 されてて、あ、本当にもう、なんて言うんかな、くまなく、いろんなところに足を運んで、人を、こう、なんだろう、う説得するというか、いろんなことを話していきながら、つながろうとするってことをやってくれてた人なんだっていうのが、えー、この方ですね。で、もともと私がこうやって喋るときにスライドを出してくれるっていうのは、別の人がやってたんですけど、で、あまりにもちょっと仕事が集中してたので、やっぱりこのスライドを出すっていう人を別に、 これはできる人がいないとダメだよなってことで、誰だろうなって思った時に話をしてみたら、えっと、やってみたいっていうことで、これってすっごい大変なんですよ。これ脳が繋がってないと無理なんですね、事実。次これ来るんちゃうかって予測を立てながら、こうファイルから探していくっていう作業だったり、もちろんよく来るものは別途用意してあるんだけれど、たまに全然違うとこからこうピックアップしてこなきゃいけないっていうような作業が連続だから、結構、 喋ってる私だけが疲れてるんじゃなくて、その横で聞きながら次を予測して、でそれを、えー、っと探してくるっていうことだったり、新しくまたどんどんこの新しいものができてくるものまで把握しなきゃいけないから、結構お疲れじゃないですか。<laughs> はい、大丈夫です。と、はいうことでね、本当に。で、で <laughs> まあな、一人一人にコメントしてたら、もういくらあの、みんなのことは説明できるんですけど。あの 彼女のことでどうですかってことだったんで、そういうようなことになります。で、えっと山本太郎の短所はっていうあの話なんです。けど言いづらいわっていう気持ちになってるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。えー、短所ですか。絶対に休まないところですかね。もう少し体を休めてほしいなと思っているんですが、まあ、代表が休むとスタッフも休めたりするので、<laughs> もう少しあの休んでほしいなと思うんですが。 まあ休まないその根底には、世の中を少しでも良くしたいという信念と目的があってこそのことだと思いますので、その部分を私もあの賛同してますので、一緒に頑張っていきたいと思っております。はい、よろししくお願いいまます。すいません。ちらりと本音が。 あんた休んだらみんな休めんねんよっていうね、ねそれゃそうなんですよ、だから休まなきゃだめなんですけど、あのやっぱこの、なんだろうな、目の前の統一地方選ってことも考えたときにこう、ゆっくりしてられない状況だったり、この参議院っていうところで今、えー、予算っていう部分があったりとかしながら、さまざまな委員会の質疑の準備だったりってことを考えると、なかなか休むっていうことがですね現実的に難しい状態、おそらくもうそういうもんだと思います。 で、でやっぱり時間がないですよねこさだって30年の間にずいぶんこの国壊されてんねんよってことを考えた時にで、えー、ときにもう時間がないと思ってるって話をしたらあ時間がない詐欺師みたいなこと言われるんですねもうやばいぞもうやばいぞもう,もうこれ以上はもう時間はないぞ時間はないぞってお前ずっと言い続けてるけどって言われることあるんですけどでも皆さん5年前と比べてこの国壊れてませんかってことなんですよ10年前と比べて今壊れてませんかって。 それだけのことですよ別に焦らなくていいんだったら問題ないんですよけど焦らなきゃダメだろうって少なくとも私はねそんな状態ですありがとうございますどうですかあの議員になって塚原さん議員になって生活変わりましたこれでいいんですかねあもちろんもちろんも立っても座ってもどっちにも好きな方で <laughs> はいあのー。 か変わったと思いますそれまで編集者やってる時はもっと時間に余裕ありましたそうですねあのなんていうのかなはい <laughs> さっきおっしゃってみたいに本当にどん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 悪くなるんですよ世の中がそしてあの私地方議会に入って あのーまあ、国会のね、さまざまなやり取りを見てて、国会ひどいとこだなと思ってたんですけども、地方議会はもっとひどいです、もっと保守的でもっと硬直してて、本当に、あのー、何なん,なんだろうな、この人たちはと思うことがいっぱいあります、で、私もさまざまな仕事をしてきたわけなんですけども、あのまあ編集やったりとか、組織にいたりとか。 でも最も起きてお遅れている業界が私はまあ政治でその中でも国会よりも地方議会がひどいです。一つの原因は多分みんなが興味持ってないから。 まあそれも、まあ、だか皆さんのせいにするわけでもなくて私もそうだったんですけどもやっぱり国会とかにそういった大きな一周の,、ねえー、の方に気が向いていてやっぱり本当に自分たちの足元の、あのー、暮らしの政治のことにやっぱり気が向いてなかったってことがあったと思うんですけどもそしてやっぱり自分の地元の政治家とか議員がどんな人かってこともあんまり関心を持ってなかったし。 まあ傍聴とかにも行ったことがありませんでした、請願陳情も出したことがありませんでした、まあ、そういったことも原因だと思うんですけれども、本当に地方議会は、あの <laughs> 遅れていてひどくって、やりたい放題ですってことをもう本当に申し上げたいなと思ってますなるほど、監、ま、視、あの目がない、監視の目が薄いほどひどい状態になるっていうのは、そうなるかもしれないですね。国会でさえこのひどさですから、よりひどいことになっていく。 ひどい状態を、えー、経験されているというかそういう状態なんでしょうねありがとうございますさあ他いかがでしょうかえごめんなさい時間的にねこっから1人10秒ただし10秒だけれども全員喋れるっていう手を今から手を挙げる人え私がコールして手を挙げていただく方は全員発言権がございますただし10秒ですで中にはですねこういう方いらっしゃいますあのね10秒で喋ゃべれって言うけどっていうとこから始まったらもう残り5秒ぐらいしかないですよ お気を付けくださいもう強制的にもうその場合にはもうあのー、終わっちゃうってことになりますので、10秒でまとめてください。憲法についてどう考えてますか、今の4秒ぐらい。消費税やめるって財源どうすんの、今の5、6秒。質問のポイントに行っていただければ、おそらく可能になると思います、全員マイクを望む人が握れる、そのためにですね。 じゃあ、えっと、全員にマイクを渡しますので望む方は、望まれる方には、さあいかがでしょうか、手を挙げていただいて、いいですか、今、手を挙げている方々のみでいいですか、大丈夫ですか、ようこざんすか、ようこざんすね、はい、ありがとうございます、えっと、今、ちょっと写真撮らせていただいたのは、えっと、マイクが手を挙げてたのに回ってこなかったってことを防ぐためでございます。 えー、それではやってまいりたいと思います。えっ、ー、と一番前の方も手が上がってましたよ。はい。じゃあ、えー、大丈夫ですよ。あの順番はどうあれ、あの回していってください。お願いします。都年保で事情やっているものなんですけども、えっ、ー、と私にみ見,見てわかる通り障害者なんですけど障害者。 当たり前のように働ける世の中を作った。本当に適しがいないから、自分がやって、160時間の柔道本音介護を書を、カットされて、ヘルパート聞けるのに、 なんか、慈を払って。いやらなん、これいけなかった。そういう世の中って。辛いと思います。ありがとうございます。あのー、ありがとうございます。 あの、たとえ障害を持っていたとしても、働く機会という部分をちゃんと保障するってこと、絶対ですね。で、その、働く機会は保障してるんだけれども、賃金という部分で非常に低く抑えられてるというか、働ける場があるだけでもありがたいと思え、みたいなことは、作業所の中で普通にあるわけですね。例えばですけど、最低賃金以下であったりとか、月2、3万にしかならない。それでどうやって普通生活できますかってことになりませんあまりにもありえない状態だけど、そういうものがあると。で、 おそらくあの障害が重い方になると、これ、働くにしてもヘルパーさん、これ、えーと、一緒でないと難しいっていう状態になってくると、じゃあ、働きに行くけど、ヘルパー代は自分で払わなきゃいけないと、これ、何の話だって話ですよ、これ、意味不明ですね、こんなの。逆に言ったら、そこはちゃんと働くという行為に対しても、これは、えー、しっかりとその障害者サービスを受けられるようにしなきゃならないと思うんですね。学ぶ 他にも働くとか、何かしら楽しむってことに対して、それはお前ら自腹やっていうのが今なんですよ。じゃあ何かと、それが払えない者たちはずっと家にいろっていうのかって、これ逆に言ったらもう、施設に入ってるのと同じことになっちゃいますよ。閉じ込められてるんですね。こういうのを変えていかなきゃいけない。どうしてそう思うかって言ったら、私もいつ障害を負うかわからないもん。そうなった時に私閉じ込められたくないんですよ。 逆に言うと、表出たい。で、働くって生活するための何かしらお金をもらえるという行為だけじゃなくて、それは社会とつながるってことですから、これって必要なことですよね、そう考えたときに、それを保障する、これ絶対的に重要だと思ってます。そういった意味で、障害者雇用率っていう部分だったりとか、 ある一定の事業所に関しては、その雇用をこれぐらいしなさいねってことを、えー、定めてたりとかっていう部分のパーセンテージ上げながら、給与は国で払うとかですね、っていう形をしていかないきゃだめだというふうに思ってます、さっきの、えーまあ、特に B 型の作業所になると思うんですけれど最低賃金も適用されないようなところになっていくと、これ、じゃあ、その人たち、親が亡くなった後どうするんですかって考えたら、やっぱり親御さん、ものすごく心配してるんですよ。 やっぱり自分がこの世を去るときには、一緒にこの世を去らなきゃいけないんじゃないかっていうふうに追い詰められてしまうってことですね。そんな馬鹿なことはあっちゃいけないと。働くという行為に関しては、これはやっぱり最低限度の賃金というのは、絶対誰しもがもらえるということをやっぱり保障し、事業者がそれをカバーできないという状態だったら、国が出す、当然のことじゃないですか。そのような形を私たちは目指しています。ありがとうございます。さあ、えー、次の方どうぞ。 障害者手帳の継続更新なんですが、えー、例えば3月31日に切ります、で東京都だと3か月かかります、そうすると、えー、4月から障害者手帳の優遇はできません、さまざまな制度。それちょっとひどい話ですね、3月いっぱいまでっつって、そこから新しいのに3か月かかる おかかしいいじゃないですかだってもう3月の終わりまで来たら、もう3月の後半とか3月の真ん中ぐらいまでには、もう次からの4月からの手帳が届いてないとダメですよ、はっきり言って、クレジットカード会社がやるようなサービスやれよって話ですよ、普通にね、その3ヶ月間どうしろってんだって話ですよね、ちょっとありえない話だと思います、ありがとうございます、そういうところはしっかりと、えー、先回りしてやるっていうことが必要だと思ってます。さあ他いかかがでしょうか 緊急事態条項を止める方法を教えてくださいありがとうございますまあ難しい話やな緊急事態条項をご存知の方はどれぐらいいらっしゃいますかおそらく六割ぐらいの方が知ってるって感じかなありがとうございますまあ憲法改正の、えー、憲法改正に関わる話なんですで。 自然災害だったり、武力攻撃だったり、さまざまな緊急事態で、これは限定されないんですよ。緊急えー、例えば自然災害等、などっていう文字がついてるから、どんなことでも緊急事態になり得るっていう前提なんです。で、総理大臣が緊急事態ですよって発した途端に、これはもう、日本全土が緊急事態化になってしまう。 それによって何ができますかっていう条文がこっちなんですけど、まとめたものがこっちです。内閣だけで法律と同じパワーを持つルール作れちゃうってことなんですね。やばいやつですよ。だって、今の内閣信用してますか前の内閣信用してるその前の内閣はどうって、そんなもん信用できるもん違うんですよ。民主党政権時代だってそうですよ。申し訳ないけど。 つまり何かと言ったら、政治って信頼の多いっていいもんじゃないんです。それは山本太郎も自分自身、そう思ってなきゃだめなんですよ。自分が政治の側にいるけど、宗教、アイドルじゃないんだから、当然これは監視される対象であるしってことを考えるならば、その政治にかかってる者たちに対して、これはもうすべての権力をあなたに差し上げますっていうようなことにつながるものは絶対に作っちゃだめなんですよ。これが憲法改正で自民党がやりたい一丁目一番地なんですね。 で、えー、国会は形骸化されてしまって、権限のすべて、内閣が握る独裁体制になってしまうというような話なんです。まあ、一番大きなところですね。で、自民党憲法を変えたいって言ってるんですけど、4つぐらい項目があるんですよってことです。自衛隊を憲法に明記するって、そして緊急事態、そして選挙区の合区、四国で2か所の選挙区を一つにし、参院で2つの、えー、選挙区を一つにしたと。 えーえー、なんでしょうね、1票の格差を縮めるために、えー、選挙区2つを1つにしたよっていうのが5億だったんですけど、それを今度解消するっていう話になってる、で教育充実について、この4つで問います、分かんないですよ、この4項目に対して皆さんにっていう話なんだけど、でもちょっと待ってって、でも一番やりたいこと、これなんですよ、緊急事態しかないんですよ、だって、自衛隊明記したって何が変わるんですか。憲法を変えなくても 集団的自衛権までできるようにしちゃいましたよ。なんだってできんですよ。だとしたら、わざわざ自衛隊っていうものを文言を憲法に入れたからと言って、天地がひっくり返るような何かしらが起こるかって言ったら、私はそう思わないんですね。だからダミーなんですよ。で、5億の解消、さっき言った2つの選挙区1つにするぜってことを自民党がやったのに、次はそれ解消するって、放火馬が消火,、えー、消火器売るのと同じ行為なんですね、これ。 お前らやったやんか、5億って。それ5億の解消ってどういう意味ですかみたいな。で、教育の充実と。本当は教育の無償化だったんです、これ。でも、無償化から、充実に変わってんです。まあ、どっちにしてもやる気のない人たちなんですね。やりたいのはこれだけ。緊急事態だけ。テーマが4つに分かれれば、議論される時間があったとしても、4つに分散されるじゃないですか。分散されたら一番やばいものを掘り下げる時間が短くなるんですよ。そういうテクニカルな詐欺師なんです。はい。 で、これを止めるためにはどうしたらいいかと。緊急事態をってことなんですけど、憲法改正は衆参で話が前に進んでも最終的には国民投票なんですよ。国民投票で阻止できればいいんだけど、それができるかどうかはわかりません。で、今のパワーバランス、国会内のパワーバランスだったら止めようないです。はっきり言っちゃえば。数だけの問題で言うと。前にしか進まない。もちろんそこに対して人々が動いたりとか、 慎重に議論しろとか、いろんな形でブレーキをかけたりとか、緩めることはできたとしても、最終的には前に進んだら、もうそれは採決まで行くしかないですから。そうなったとしたら、やっぱりその次は国民投票になるってことなんですね。こういう流れですね。憲法改正の原案提出して、本会議で質疑が行あ、本会議じゃないな、これ。あ、そうやな。本会議で、まあ、えー、とこういうことやっていきますみたいなことがありの、 その後は憲法審査会などで質疑などがあって可決される。それが本会議でまた全員で採決をし、で、法次と。で、国民投票っていう流れになる。で、国民投票がまたやばいんですよ。国民投票がまたやばい。何がやばいかって言ったら、コマーシャルとか規制が一切ないと。事実上ね。どういうことかって言ったら、宣伝とか広告に関して制限がほぼないという状態。ってことは、金持ってる陣営はいくらでも、 コマーシャル売ったりとか番組作ったりとかすり込みまくれるんですよ。コマーシャルだって作れるから人気者社会のいろんなあのタレントさんとか使ってね憲法改正私は必要だと思うみたいなねそんなコマーシャル山ほど売つわけですよ。そしたらもうギャラももらえるわけだしテレビ局はもうこれもう。 最高の特殊になるんですよオリンピックで、オリンピックも特殊で,で、憲法改正もっと特殊なんですよ。で、オリンピック特殊だったはずが、えー、とコロナで水さされたから、だから逆に言ったら、もうこれ待ってるんですよね、メディアは。だから自分たちで何かしら歯止めをつけたりとかしないんですよ、間違いなく。まあ、こんな、そんなこんなでろくでもない、まあ、それはそうですね。 ろくでもない者たちがやるためには、こういうろくでもないルールは当然付き物だってことです。じゃあ、海外どうなってますか海外の国民投票っていうのはどうなってますかってことを見ると、えー、過去60回以上国民投票を実施したイタリア。テレビスポットコマーシャルは原則禁止。だって洗脳されるもん。金がある陣営が多く打てるんだから、その力の差が開きますよね。誘導されます。だから、スポット CM は禁止なんだけど、ローカル局。 テレビのそれぞれの局で、回数が均等、賛成も反対も同じだけ。均等の回数でコマーシャルで自分たちの主張を言えるっていうような時間は担保すると。フランスもそう、過去60回以上国民投票やってるけど、テレビ、ラジオ、スポット、CM は全面禁止。公的に配分される無償広告枠で CM 放映は可能。その他イギリスもスペインもデンマークもそんな感じです。ちゃんとコントロールしてるんですよ。 やっぱり刷り込む機会だからテレビってメディアってそ,のそういうもんじゃないですか別に自分がその商品を気に入ってなかったとしてもコマーシャルで流れてる歌何回も聴いてたら知らんうちにそのコマーシャルソングを口ずさんだりとか鼻歌歌ってたって普通にあるじゃないですかドンキの店内入った後にあのドンキの歌が頭を巡るみたいなことはおそらく生まれて一度はありますよねっていうね だからこう何度も何度もやられるとやっぱりこう擦り込まれるんだよって。まあテレビコマーシャルの話してるのにドンキの話持ち出したからややこしくなっちゃいましたけどね。申し訳ない。えー、そういうことです。えー、止めるためにはどうしたらいいかって言ったら、国会で止まると思わずに、一人でも多くの方々にこういうやばいことが進んでるってことをできればわかりやすく、あまり圧強くならない形で、熱がこもらない形で、 本当に最小限必要な情報だけを渡して考えてもらう。それを草の根でやる以外ないと思います。国会で止められると思ってたのにってそこで一回こうくじけちゃうと次立ち上がるの大変ですから。国会は通るだろう。でもその後の国民投票で止めるためにはどうしたらいいかっていうことはもう草の根でもうそこから始めるしかない。それでやっていくしかないと。そういうふうに思います。ありがとうございます。さあ、次の方どうぞ。 はいえっ、ー、と外国人の日本領土の土地企業の買収問題についてということとあと太郎さんがあの首相になった場合首相になった場合に竹島をどのように運用していくかということを聞きたいです島と海外の海外から資産を買われる件ありがとうございますえっとね。 領土に関しては、当然、日本の領土であるってことは表明してい,な、えー、表明していきながらも、深く踏み込んだはだなんですよ、どうしてかというと、戦争にしかならないから、これはもうずっと、日本例えば日本側だったり、日本と中国の間でもそういう扱いをずっとやってきたわけですね、本当は、これまでずっと。踏み込みすぎると、これはナショナリズムに火がついて、戦争に行くしかなくなるから、今はこれを置いておこうと。 この先さまざな未来の者たちがこの解決方法を考えてくれるだろうっていうようなことを例えば日中間でやったりで竹島は当然韓国との間ですかでも事実上韓国っていうところに対してはこれ何かもう人置かれちゃいましたよねつまり何かって言ったらやっぱりどれだけどれだけその相手国と しっかりとやり取りができているか、パイプを持っているか、わかんないですけど、外交の、えま、ー、様々な努力が積み重ねられてきたかってことだと思うんですよ。さっき言ったじゃないですか。北朝鮮との間にはパイプがなく、中国経由で抗議してますっていうような、日本の、えー、外交のやり方。そういうような状況だったら、当然これ、例えばですけど、人気取りのために、ナショナリズムに火をつけるっていうようなことをやる奴らいるわけですね。国内にも、国外にも。そう考えたときに、 えー、例えば領土問題とかっていうところに飛びついたりする人たちもいるわけだからやっぱりそうなったとしたらちょっと厳しい状態に置かれちゃいますよね。自立上人がいるっていう状態にされてしまうとちょっと弱い立場になってしまうのは間違いないことだと思います一方でそれはそれとして日本は、えー、日本の領土であるというえ状況をやっぱりこれは自分たちは示しながらで例えばそれは国際社会に対してとか例えばですけれどそれをジャッジするっていうようなところに対して これはやり取り取をしていいくということが必要ななんじゃないですかここに対して一歩踏み込むってことになったとしたらその島のために戦争を始めるっていうようなことが全体にとっての本当の有益っていう言えるような行動なのかってことは考えなきゃいけないでしょうそう思います。でえっと日本のさまざまなものが買われていくんだって話ですね。当然例えば重要な土地 っていうことに関してそれが買われるならば規制が必要です。当たり前ですよね。でも一般的に金持ってるところ、経済的に強者になってる国が経済的弱者の資産買うって普通なんですよ。今私が言ってるのは今日本国内の様々なものが買われていかれてるっていうことに対してそれを良しとしてるわけじゃないです。 当然、歯止めが必要なんだったら、重要な土地に関しては、買えないような状況を作っていくことが必要だと思ってます。だって、限られた国土だから。一方で、それとは別に、経済的に調子のいい国が、経済的に調子が悪い国に対して、様々な資産を買いあさるっていうのは日本もやってきたんですよ。調子がいいとき。様々な不動産だったりとか、様々な絵画だったりとか、ジャパンズナンバーワンだって言われてるときには、買いまくってたんですよ。 それだけのこと。じゃあ今どうして日本のそういったものが買われるんですかって言ったら、30年経済的に衰退して、世界一に近いような状況、世界に誇るというような経済力を持つ国が、30年の間に、ろくでもない奴らに食い潰させたんですよ。結果どうなりましたかって言ったら、これはもう申し訳ないけども、アジアの中でも転落国家。そういう状態になっちゃった。 そこに関してナショナリズムを持ち込むような、海外の奴らが俺たちのものを買っていくんだっていうような煽りは私乗らない方がいいと思うんです。煽る部分が違う。注目する場所が違う。そのようなことにならないために何が必要かって言ったら、さっき言ったような重要な土地にはルールをつけるってことは必要だけれども、まずはこの国の資産価値を高めるために、景気を良くするしかないでしょって。 30年奪われてきたものをみんなの手元に戻していって、ぐらぐらになった足元を構築していくしかないんだっていう。ジャパンズナンバーワンっていう状況をもう一度構築していくっていうことが一番の変われない力になるってことです。外から観光客いっぱい入ってきてね、本当に助かるわーみたいな。インバウンドかーとか言うけど、インバウンドで儲けてるのっていくらよって。5兆円程度の話ですよ。 何ありがたがたっっててんのって国内景気が普通によかったらもっと、もっとみんなの賃金も上がるし、今みたいな状況になってないはずでしょ。逆に世界から見て日本が安すぎるから、金使いごたえあるわーって。っていうことで来るわけじゃないですか。まあご飯も美味しいし、なんか日本人親切っぽいし、街並みもきれいっぽいし。 日本が超魅力的だから世界中から人が来るんですっていうところには訳があるんだってことですよ。金使い事えあるんですよ。自分の国とか周辺国で遊ぶよりも日本で遊んだ方がお金がもっとたくさん使えるような感覚になるから。終わってんですよ、だから日本はもう。でも終わらせるわけいかないでしょってことなんですよ。だとするならば、やっぱりそこは何かしら海外からいろんな奴らが日本のものを買いに来てけしからんと。 日本が奪われるっていう前にそうならないためには日本の力を取り戻すしっかり成長させていく日本が成長するためにはまずしっかりと分配をしていく社会にお金回るように需要を喚起していくっていうところに私は目を向けるべきだというふうに思いますありがとうございますああすいませんあの今の話に追随するんですけど あの今後、えー、少子高齢化、もっと進んでいくと思うんですけど、えー、とそれに対して、ですねあの移民の受け入れって、あのー、これはやっていかなきゃいけないもんだと思うんですけど、そこら辺の事情、あのー、山本さん、どんなふうにお考えですかえっと、ね、今、移民受け入れたって、今の日本で、の日本で働いている方々の賃金の、おそらく下降圧力強めるだけじゃないですか。 より安い外国人を好きに使えるようにするために、事実上移民が可能な状態になってるじゃないですか。世界的な目で見たら、1年以上同じ国に住んでたら、もうそれ移民なんですって。そんなの普通にあるでしょだから移民に反対だっ,つって言ってたって、事実上もう移民がたくさんいてる状態なんですよってことです。で、今そのような状況にされてて、何を目的にそういう状態にしてきたかって考えたら、これは。 働き方壊して、で、より安い労働力として扱ってきた。資本家のコストカットのためにみんなの働き方を壊してきた。でもそれ頭打ちになるよねってどっかで。さらにそこから安くしていくためには、より安い労働力を大量にこれ供給していくっていうのが一番なんですよって。だからやってるんですよ。で、それとは別に、当然これ、今の日本を見たときに、 外国の労働者の方々がいなくなった場合に回らなくなる産業とか回らなくなる仕事は当然あるでしょうと。だってコンビニ行ったって日本人でも対応大変なような様々な作業を普通にこうかすごくテクニカルにっていうかものすごくシステマチックにやられてる方々多いですよね。例えばだけど明日からそういう方々一切いなくなりますって言ったら多分回らなくなるんでしょう。はっきり言っちゃったら。だから何が言いたいかって言ったら まずその事実上、移民という状態があるということは、これはもうこれまでの政治がそうしてきたんですよ、でもやっぱり線引きは必要です、線引きは必要、安い労働力の塊を作るためにそういうことが進められてきたんだから、そことは一線引かなきゃいけない、足りないのは労働力なのか、それとも賃金なのか、集中させる産業っていうものをやっぱり見極めていかなきゃだめですよね、つまり何か、労働力の移転をちゃんとしていく計画を立てなきゃいけない。 じゃあ一番労働力を集中させなきゃいけない分野何ですかって言ったらコロナで分かって二分野なんですよ。大きく分けたら。何かしたらエネルギーと、あと食料分野でしょ。結局、物価の高騰ってことにつながった分野が一番この国のウィークポイントなんだから、そこに対して労働力移転が起こるような賃金を上げるというか、賃金、農業とかだったら賃金にならないですけれども、全量買い取る。損をしない。 値段がどっちかにぶれたとしても、決して損をしないような、えー、サポートであったり、その分野が一番子育てをしやすいっていうのは、さまざまなインセンティブが受けられたりっていう形を作っていくしかないんですよ。で、当然、足らないという分野だったり、足らないという部分に関しては、お手伝いいただくってことは可能だと思います、海外から。実際に今、そうなってるわけだから。ただし、その人たちを働かせるときには、日本人以上の賃金だぜって。 それでもその人たち雇いますかっていう選択ですよ。私はそういうふうに線引きしていかなきゃだめなんだろうなっていうふうに思います。じゃなきゃ、奴隷が増えるだけになりますよ。国内の労働者さえ奴隷にされてるのに、さらに海外から奴隷を追加し、奴隷的な働きをさせる者たちを追加させていっていて、日本に対して最悪な思い出しかないままに帰っていただくようなことの繰り返しなわけでしょ。それって安全保障上も一番まずい話になるんじゃないですか。 何が言いたいか、えー、まだ言いたいことあるのかって、<laughs> すみませんね。まあとにかく、えー、労働力不足と言われるところに対して、まずは賃金不足なんじゃないか、で、どこの分野に対して一番人が足りてなくて、これからの日本を考えたときに、その労働人口を増やしていかなきゃいけないのか、そう考えたときに、労働力移転が起こるような、当然、向け方っていうのをしていかなきゃだめでしょう。 介護も保育も,そう保育もそうだろうし、当然、そういうような状態があった上で人が足らないっていことになった場合には、さっき言ったような、えー、受け入れ方っていうことは、おそらく考えられる部分なんでしょうね。日本人以上の扱いでって。それでも来てもらえますかっていう話だと思います。はい、すみません。さあ、いかがでしょう、あっち、最下位じゃない、もう回るところは決まってんです、ね、えあの来年7月の都知事選について、 与田カレンさんの出馬はありうるのか、代表の考えとカレンさんのご考えをお願いします。カレンさんどうですか。まあいない人には聞けないってことです。なのでそこはちょっと答えようがないです。ありがとうございます。さあいかがでしょう。次の方。あのマイナーカードがあの保険証とか紐付けされて、あの国が。 あの国民をコントロールするっていうんですか、そういうものを一生懸命やろうとしてるんですけどマイナカードを作らないっていう選択肢をずっと今後も選んでいけるのかどうかどうなんですかね、まああの、選びたい人は選び続けるしかない、えー、と思います、まあ。とは言いながらも、もう随分な人たちが、えー、と作っちゃってるというお付き合いしちゃってますよね、国にね。で、一番シンプルな話として、あなたの個人情報を、 信用できない人たちに吸い上げさせていること分かりますかってことですね。それを考えると非常にリスクがある。けれども、まあ目の前の2万ポイントだったりとか分かりませんよ。2万円だ、7500円だっていうところに釣られるような状況にされちゃってますから、ある意味でやり方うまいですよ。多くのギリギリっていう人たちを増産していくことによって政治にも目が向かないし、逆に言ったら誘導したいときには金やポイントっていうもので釣っていけると。 ものすごく上手に、上手に統治をしてるなっていう印象ですね。で、おそらく個人情報の扱いっていうのは、ここからゲノムだったりとか、分かりません、その、あなたの体の設計図すべてというものにまで至るわけだから、逆に言ったらこれ、医療に使いますって言います、医,医,療,医療に対して、治療に対してやっていくんですっていう立てつけだけども、実質は違うでしょもちろんそういう側面はあったとしても、医療産業に対して一生懸命やるためにそれをやると。 ささらに儲けさせるっていう道具っていうことを進めるためにやっていくわけだから一番のあなたの中の個人情報っていうものさえも国に全て管理をされて逆に言ったらあなたっていう人間がこういう人間ですよねってことを決めつけられてしまうわけですよね恐ろしくないですかって匿名加工情報にしたものでもさまざまな情報を集めていけば人物特定されるって言いますもんねでもそのゲノム全部が自分のその設計図 そ,その自分の全部の設計図が書かれたものってもう匿名加工もクソもないですからね、はっきり言っちゃえば。だってその人そのものだもん。で、そういった情報が漏れないんですかってことですけど、そんな保証どこにもないし、逆に言ったら漏れるの前提でやってますよね、国は。漏れるからやっぱりシステムの改修しなきゃいけないですよねっていう永遠の公共事業みたいなことも、これセットになってるわけですよね。国家によるあなたへの監視。プラス、 自分たちに得になるような企業たちへの利活用をさせるための道具、なんかもう、それがカードを作らないっていうことで、いつまで乗り切れるのかって分かりませんけどね、まあ、だけどあの、政権交代して廃止すればいいんじゃないですか、一つのカードでさまざまな情報をひもづくような形にするのは非常に危険であると、だから世界でもそういうようなことやってないでしょ、多くが。 それぞれぞ違うカードにしたらどうですかっていう提案かな、違うな、そんなカードいっぱいあったら大変ですもんね、ただでさえポイントカードとかいっぱいあるのに、財布どんだけ集まんねんみたいな話ですよね、まあ,あの紙の保険証で別に困ってませんっていう方がほとんどだと思うんですよね、もう今はも,うものすごく薄いし、カード型だしってことですね、まあ、ちょっとやり方がもうひどいっていうか、すごく賢いなと思います、はいありがとうございまますす今の方から最後ですか、ま、たいいっししゃるお願いします。はい あの地域、地域住民が横のつながりを持つために、どんな取り組みがあったらいいと思われますか。私から言って、後でいきますか、大丈夫ですか。えっとね、ごめんなさいね、それ多分、えー、っと。おそらく東京みたいな都会と、それ以外の地域。 ではちょっと比べられない部分があるとは思うんですけどとは言いながらも地方都市の間にも今そういうような昔ながらのお付き合いみたいなものもどんどん薄れていく方向にあるかもしれませんねなので私自身が考えていることは何かてっ言ったら、えー、7000件を超える子ども食堂皆さんのさまざまな善意によって子どもたちにしっかりとあの栄養をつけさせてあげられること本当感謝しますみたいなことを政治家が言うのは本当にもう死んだらいいのになと思うんです私。 申し訳ない。ほ当死刑制度廃止だけど、私はね、死刑制度は廃止なんだけど、そういう政治家は死刑にした方がいいんじゃないかなと思う時あります。死刑制度は廃止ですよ。ごめんなさい。で、話戻ると、ま、あ子供の貧困を終わらせようと思ったら、半年一年で国がちゃんと財政措置して、しっかりと伴走していきながら、いろんなものを構築していけば、これ、是正はできる話なんだけど、それしないんですよ。逆に言ったらみんなの善意でよろしくと。自助、共助でよろしくだぜ、お前たち。ってことをやらされてるわけですね。 私はその子ども食堂がなくなるような社会がいいと思ってるんだけどでもそれなくなるっていうのは子どもの貧困がなくなる方がいいっていう意味合いのほうが強いんですで何が言いたいかってことですけどそのような全員ある人たちがその周りの子どもたちが悲しい顔してたりとかお腹空かせてるっていうことに対して気持ちでやってるっていうんだったらもうその人その地域で雇ったらいいやんって私思うんです居場所。 もうすでに7000カ所、8000カ所あるんだったら、それぞれの居場所というところを、逆に言ったら国から仕事としてやっていただいて、で、借りる箱とかも、もうちょっと広いところだったりとかわかりませんよ。で、そこに対して何かしら相談できるような、えー、プロの方を置いて、で、逆に言ったらもう子供からお年寄りまで家に居づらいとか、何しから家族と一緒にいたくないとかわかりませんよ。それぞれ、えー、一人ぼっちでちょっと寂しいとか、いろんな人たちが、 ただいてるだけでも怒られない。逆に言ったら、新聞読めたりわかりません、雑誌読めたりとか、ぼーっとできたりとか、ゲームできたりとか、勉強教えてもらえたりとか、っていうような居場所として、その今、全国にある子ども食堂が形を変えていきながら、地域の居場所として発展していくっていうことができたらいいのになって、私自身はそう思ってるんですね。豊島区とかなんかそういう居場所的なとこありますか はいあのー、今の山本代表の、あのーまあ、アイデアというか,なんかすごくいいなと思ってしまいました、はい、あの子ども食堂んだろうなそういう居場所たくさんあるんですけども大体みんなボランティアでやってるんですよねだからその最たるものが例えば町会だったりするんですけども、あのー、ボランティアで、えーとあのーまあ、本当にさまざまなその区のね大事な仕事を。 あの町会長さんなんかにも預けているんですけどもだからやる人が限られてしまうしまあ高齢化してしまうんです。でもそそれをそうじゃなくてやっぱり、まあ 大事なその区の仕事の一端を担ってもらっているんだったら区が雇えばいいじゃないかっていうねそういったことも私もあるんじゃないかなと思ってます。今、まあ、例えば区のさまざまなお仕事、まあ、シルバー人材という形であるんですけどもそれをもう少しこう広げるとか何かその区のお仕事を代わりにやってもらう人たちをきちんと地域の中で区が雇用するそういったことももっとこう 広がっていけば、なんかすごく、あのまあ、そこでネットワークもできていくし、なんかいい,のいいのではないかなと思ってます。本当に何でもかんでもボランティア任せで、まあ、本当にいいように使ってるっていうことがあるんですよね。そうすると、やっぱりできる人が限られてしまう高齢化、高齢者だったり、やっぱり、なんかもう、まあ、奥様だったりというか、まあ、そんなことをあの、やっぱりきちんとやっぱり雇用するということ、まあ、そういう区ができると思うので、そういったことを私も考えました。 あありがとうございますます、あ、それぞれの自治体がそういう取り組みをするためには、やっぱり国からの財政措置っていうものがやっぱり重要になってくると思うんですね、そう考えるとしたら、やっぱりそういうところにも積極財政をしていくっていう、でも一番嫌がると思うんですよ、本当はね、国が、人と人をつなげるの嫌なんですよ、どっちかってったらもうみんなそれぞれ、あのなんだろうな、個にしていきたいんですよね、個というか、まあ、あの孤立させていきたいっていうか、で東京都内とか見ても、広場ってどんどんあの潰されていってるんですよね。あの 例えばですけど、みんなで集まれるみたいな、要はえっと政治とか世の中をひっくり返すぞという時には、やっぱり広場が世界中でこう舞台になるじゃないですか、でも日本って広場あんまりないじゃないですか、そういうところね、なんか腹立つなぁと思うんですけどね、あのそれは何でかってったら、外旋やる時にいろんなとこ探すわけですよね、でどこも外旋やりづらくなっていっているっていうころを考えると、やっぱり人が集うみたいなことは、極力いろんなもう、植、え、栽、ー、入れたりとか、わけわからんオブジェ作ったりとかしながら、 極力人たち人間がこうたくさん集まるっていうような状況をやっぱり作りたくないっていうところもあるのかなそう考えるとそういう居場所っていうところが逆に人と人とをつないだりとか考え方をシェアしたりとかっていうことにつながっていくことには多分危機感を持つでしょうねああいう反社たちはおそらくね反社たちはあえてあ政府たちはごめんなさい、はい、<laughs> さあ他いかいかかがでしょうかはい、最後の質問の方です、はい、ありがとうございます。 あ先ほどあの、時間がない詐欺だとよく言われるというようなお話も出てましたが、太郎さんは、例えば具体的に、何がどうなったら、この国はもう浮上できないんじゃないか、どの線を越えてしまったら、壊れていくのを止められないんじゃないかというふうに思われてますか。もう直近でもありえるだろうなと思うのは、えっと、同心円だそうか、同心円。 ちょっとスライド見れますかねちょっとこれ自体が小さいので分かりづらいと思うんですけど、今、日本がやろうとしていることって何かっ言ったらあ、中国やばいぞ、北朝鮮やばいぞ、やられたときにやり返すってことを今から準備しておこうぜっていう話なんですね、やられたらどうするんですか、みんなを守れないじゃないですか、ウクライナ見てみてください、日本は第二のウクライナになりますよみたいな空気を醸し出しながら、そういうことを広げようとしてるんですね。 でこの予算っていうのがまさにその予算っていうか入り口なんですけど、何をやろうとしてるんですかってことなんですけど、もう皆さんご存じの通り、これごめんなさいね、後ろの人、もう米粒みたいに見えてるかもしれないけど、ここら辺に日本があって、こういう円が書かれてるんですね、何かといったら、日本国内にあるミサイルの性能をもっと高めたいと思ってるんです。長いと遠い遠とととここまででで届くよよううなミミササイイルル作ろうとしてるるんですねでこれ毎日新聞の記事によると国産ミサイル これで一番長、遠くまで飛ぶっていうのが、百数十キロレベルなんですって、今。これを千キロまで性能向上させたい。で、その先は三千キロぐらいまで飛ぶようなもんも作りたいって考えてるんです。で、よくトマホークのキーワードが出てくると思うんですけど、これは国産作るの間に合えへんから、つ、え、な、ー、げでトマホークやっていう話になってるらしいんですね。で、要は何かって言ったら、 アメリカから武器を買わされてっていうバカみたいな話もあるんだけれどもその一方で国内で開発して製造するっていうことを大々的にやっていくってことなんですものすごい長射程のミサイル作ってじゃあ開発します国から金出ますねで製造します国が買ってくれますよじゃあその作られたものたちを消費しますっていうサイクルまで本当は持っていきたいと思うんですで えっと、何が言いたいかってことなんですけど、この状況を作っていったときに、どこの国が警戒しますかってことなんです。当然、周辺国なんです。周辺国。中国だったり、ロシアだったり、もちろん北朝鮮だったり、さまざまな国ですね。で、日本は世界から保護観察の身であるってことを忘れちゃいけない、旧敵国条項。これはも国連憲章、国連の憲法みたいなもんだけれども。 効果が出てる。あの、条文すごい難しいんで、要はどういうことですかってことを要約するとこうなります。第二次世界大戦中に連合国の敵国であった旧敵国が侵略行為、またはその兆候を見せた場合、安全保障理事会の許可なしに軍事的制裁を加えることができる。そういう話なんです。じゃあ今日本がやろうとしていること、百数十キロしか飛ばなかったものを、 1000キロ。で、その先3000キロっていうふうに長射程のものを作っていくっていうのは、これ、侵略行為またはその兆候を見せたっていうことに繋がっていかないかってことなんです。で、もしも周辺国がそのような判断をした場合に何が起こるかって言ったら、安保理の許可なく日本を直接攻撃していいんですよ。これ、国際法違反じゃないんです。やばくないこれ。逆に言ったら、あいつらがーっつってるけど、 そんなこと関係なく、向こうからいい加減にしろって、攻撃されるっていうのをどうぞやってくださいって言ってるのと一緒ですよ、こんなの。ある意味で自爆テロみたいなことを今やろうとしてんのっていう話なんですよ。で、この旧敵国条項っていうのは、そんなものは私文化してるんだっていう人いるんです。私文化って言ったら何かって言ったら、そんな古いもの、戦争終わってすぐの話だろ今はもう何の意味もない、条文は残ってるけど、効力なしって人いるんですけど、そんなことないんだよって。 例えば周辺国、中国やロシアは2012年から19年の間だけでも日本に対して国連憲章を守れよって。国連の憲法を守れよっていうことを様々牽制してきてるんです。つまり何かって言ったらこれ生きてるからなって。敵国条項生きてるんだぞってことを何かに,何かにつけて言ってきてるわけです。例えば北方領土交渉の時とかに 国連憲章には107条がありって、まさにこれ、敵国条項の,あの一つの,条,あの条文なんですけどね、107条がありって、だからこういうものを,、えー、現,実的を現実的な行動を通れよって、えー、日本は国連憲章とか、その他一連の文書の義務に沿った現実的な行動を通るようにしろよってことを警,戒あの警告されてるんですよ。 日本が何かしらの動きをしたときに、外側から、あの、分かってる国連憲章の例の件。みたいなこと言われてるわけですよ。だから、私文化なんてしてない。国内だけなんですよ。そんなこと言ってんの。一部盛り上がってるだけなんですよ、それで。全然死んでない。生きてる。じゃあ、この国連憲章、え旧敵国条項を削除させるためにはどうしたらいいのかってことなんですけど、削除するためには、二段階あって、一つは、この条文を、 えー、この、えー、改正しななきゃいけないけってこと要は国連憲章の改正っていう手続きを取らなきゃいけない、そしてもう一つは、それが多数で採決されたら、えー、その後に各自の国で国会で批准されなきゃだめなんです、日本だったら永田町国会で、えー、この改正案が国連通ってきたんで、これ国内で批准していいですか、賛成多数でこれ OK ってことになるんだけど、 その第2段階の批准するっていう行為に、不可欠なのがロシアと中国なんですよ。すみませんね、何が言いたいか、ごめんなさいね、ややこしくて話がね、はっきり言ったら、えー、常任理事国が反対する、もしくは国内で批准しないということになった場合には、これ、削除できない、つまりばりばり生きてんだってこと。 なんでそんなに行きがって、何かしらこう、好戦的にアメリカの尻馬に乗って、俺たちももっと強くならなきゃいけないんだみたいなことをずっと頑張ってるかって、意味不明なんですよ、こんなものを抱えてるのに、それやったらあかんやつやんで、やばいやつやんで、逆に言ったら、戦争まで行かなくても、緊張を最大限高めるっていう目的があるんじゃないのかってあるんですよ、あるんです。 何かというと、国内向けと国外向けにその理由があるってことです。国内向けには何があるかって言ったら、やっぱり、軍事産業っていう部分に関して、やっぱこれ、儲かるようにしてあげたいわけですよ。で、これは、経団連がずっと言ってることだったってことの話をしたいと思います。経団連って、組織票とか企業献金で政治家を作り出して、それにバッジをつけて、 議会の中に送り込んで経、経済団体に対してプラスになるようなことを様々やってきたわけですよね、政治家たちに対してどういう命令をしてきてるかっつったら、例えば、派遣っていう労働を作れと、中曽根の時代に小さく穴開けて、最大限、これ自由化してしまったわけですね、それをどんどん後ろから、やいのやいのやれやれっつってたのが経団連であると、それだけじゃない外国人労働者、もっと安い労働者入れてさ、賃金みんな下げていこうぜみたいなことを企んでたってことですね、2004年から。 他にも、えー、死ぬまで働け、定額でみたいなね、残業代ゼロみたいなものが、高度プロフェッショナル制度っていう看板の前に2005年には存在してたんです。結局なくなったんだけど、一回閉じたんですよ。年収400万円以上の人は残業代ゼロっていう内容だったから、もうこれ、もう評判悪かった。一回取り下げて、1075万円以上、あなた関係ないですよね、高度ですか、あなたのやってる仕事、プロフェッショナル、関係ないもんね。 じゃあ、高度プロフェッショナル制度、あなたには関係ない話なんでっていうことで、2017年ぐらいにそれ、前に進んだんですよね。でも、蓋を開けてみたら何かって言ったら、この年収の要件は国会の議論一切なく下げていけるっていう、同じことやなんです。看板付け替えただけ。よくやる詐欺の手口。他にも消費税、2025年までに消費税19%まで上げろって、理由は何か。法人税下げさせて、こっちを上げさせるって。 こっちを上げれば法人税下げられるっていうことでずっとやらせてきたわけですよね。経済団体。で、武器輸出、2010年。この時には武器輸出三原則っていう決まりがあるからさ、俺たちこれ困んのよって、開発もさ、これままならないよねって。だからこれ抜け,けてくれるかなってことで、これ事実上、えっ、ー、と、閣議決定で、これ先々抜けていくわけですね。無効化しちゃうわけです。輸出ありにしちゃうわけです。 他にも集団的自衛権。2005年から言ってます。どうして経済団体が集団的自衛権みたいなものを持ち出してくんですかねえ。で、憲法改正ってことまで言ってんです。2005年に。さっきの国民投票の話だけど、バリバリスポ,ンスポンサーになりますよ。当たり前ですよね。彼らが望んでることは何かって言ったら、さっき言った通り、開発します。国が金出します。武器作ります。それ買ってくれます。 武器作った後にそれ使いますっていうサイクル、この中に自分たちも入れろってことを言ってるわけですね。アメリカとかその手法じゃないですか。嘘ついてまで戦争やるわけでしょ大量破壊兵器がありましたって。なかったんですよ、蓋開けたら。そんなことをしながら、金儲けし続けるっていうようなところに、日本を引きずり込もうとしてて、もうその目の前まで来てるってことですよ。むちゃくちゃでしょ、こんなの。はっきり言って。でも、テレビ、新聞とか、こういうようなことを 何かしら推察するとか何かしらそれにつながるようなことは言いませんよだって企業が儲かったら自分たちに広告もらえるんだもんって話ですねで話戻ると国内向けにはそのこう,うこういう事情でやる必要があるでそれだけじゃなくて国外向けに対しては当然例えばですけど軍産複合体にもっと餌をやる米軍それ以外に関係するようなさまざまな軍産複合体に えー、これは餌をやっていくってことが目的なんだってことなんですね、例えばですけれど、はいいありがとううございますもうよく外線とかで使ってるので、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ロッキード・マーチン、右肩上がりの株価ですよ、9.11テロから、I あ、IS が台頭してきたり、北朝鮮が緊迫するだけでも株価上がる、ウクライナの軍事侵攻でさらに上がる、ここからさらに儲けさせろって、株価上がるだけじゃだめなんですね、武器使うってことになったらさらに儲けることができる。 レイセイオンテクノロジーズも同じく右肩上がりノースラップ・グラマンも右肩上がりゼネラルダイナミックスも右肩上がりすごいですね、本当にでね、このウクライナに関してもとにかくもう戦争始まり始まるっていうときにはですね 始まった後には、もうとにかくロッキード・マーチン、レイ・セオン、L3 テクノロジーズなど、アメリカの8大防衛関連企業がウクライナへの支援を強化し、紛争の長期化に備えることを目的としたペンタゴンとの秘密、機、えー、密会議に招待されているとか、もうこれからどうやって儲けていこうかって話をするわけですよね、だからアメリカ、ウクライナを支援しますってことで、武器対応法とか復活させて、ガンガン送っていこうぜって、自分たちは行かないよって、オフショアで儲けるんですと。 戦わす、ロシアという大きな国を潰していくためには、その潰していく戦闘に立たせる奴らがいるだろうって話ですよ。だからウクライナにその役目を果たさせる。だけど武器はもう、もう本当に、間が開かないぐらいバンバン入れていくってことを進めていくわけですよね。で、アメリカ人死にますかって言ったら死なないんですね。で、逆に言ったら国内は軍事景気っていうふうになっていくと。ウクライナ戦争でレイセオンという会社の売り上げが増加していると。 あのもうジャベリンだったりとか、ね、スティンガーだったりとかさまざまウクライナに送られた武器ですけれどももうとにかく1400機のスティンガーミサイルを送ったあとにもう6億2400万ドル分の契約をレイセオンにも新たに発注したりで2016年から20年までレイセオンというところの取締役をやってた元軍人のロイド・オースティンさんという方は。 ペンタゴンのトップなんですよ回転ドア人事ってやつですよねはい回転ドア人事なんじゃないのある企業業界内部の人間を政府内に送り込み企業業界内の利益を最大化させるような政策決定に関与させていくっていうような日本が買うトマホークもレイセオン社製でございますみたいなねそういう話でございますトマホークもレイセオンでございます買わせていただきますありがとうございますね まあそんな話です。でね、アメリカのこのやり方っていうのは何につながっていくかってことなんですけど、あれだけ見ようか。えっと、なんやえー、っと、えー、っと、えっと、オフショアのやつや。ごめん。ね狙いは何ですかってことなんですけれども、オフショアバランシング、アメリカの戦略だよ。バックパッシング、どういうことですかってことなんですけど、わかりやすく言うと、基本的にオフショアバランシングっていうのは、アメリカが台頭する大国、中国。 覇権国家同士の争いっていう部分に対して、同盟国である日本というものを、えー、要は、緊張させ合う、戦わせるっていう状態に持っていくと、えー、米国は台頭する大国を他国が率先して阻止するように仕向けて、必要な場合のみ、アメリカが自らどっかで介入してくると、遠くでやらしておいて、たまに出てくるみたいな、その間ずっと武器送り続けるみたいなこと、もうウクライナでそれやられてますよね。 はい、で、えー、ただしその場合、アメリカはその同盟国にできる限り困難な仕事をやらせて、自国の軍はできるだけ早く移動させるっていうことをやっぱ考えてるってことなんですね。で、えー、こういうことですね、はいえー。まとめるとこうなります。消費する資源、犠牲者を減らすっていうのが戦略なんだと。米軍が防衛にコミットする領域を制限して、他国に彼らの役割を果たすよう強いることによって、 ワシントンが防衛のために使用する資源を減らして、本国でのより大きな投資と消費を可能にする。そして危険な状況にさらされる米国人が少なくなると。はい。こういう話なんです。ろくでもないでしょでもこれやってきたことだし、これからやろうとしてることだよって。ドヨーン。ドヨーンの意味は2つ。めちゃこれどうしたらいいのっていうのと。 なんでこんな話長いのっていうのと、最後にいいですか、最後に、台湾のやつ見して、台湾のやつっていうのは、えー、とペロシや、ペロシ。でね、あ例えばですけど、皆さん、この人知ってますナンシー・ペロシって、アメリカの下院議長、大統領継承順位第2位、バイデンさんになんかあったら、この人が大統領になるんですね。この人が去年台湾訪問してるんですで 台湾行くぞっていうことを言った後に、これバイデン大統領が、それ、米軍はいい考えだと思ってませんよ、みたいなこと言ってるんです。だって緊張高まりやん。高派だから。中国に対して牽制し続ける上に、すっごい高派だから。行ったらやばいことになるんですよね。はい。しっかり言ってるんです。8月の3日に。で、これ、極めて危険、極めて危険だぞ、その行為は。ってことを中国が言い出してると。で、 つまり何かっ言ったら、この25年の間に、最も位の高いアメリカの政治家が中国をおと、中国じゃない、台湾を訪れたことになる。むちゃくちゃ強いメッセージなんです。超強力な。これっていうのはアジアの緊張を高めることにしかならないんですよ。ひどいでしょだから日本にとっても絶対関係しちゃいけないんです。こんなことは。ってことなんですけど。じゃあ日本政府の対応はって当然これ分かってますよ。やばいな、これって。絶対あかんぞって言ってなおかしいもん。 どのような対応を取ったか、こちらです。はい。しっかりと、しっかりとですね、ペロシさんと握手をしまして、これからの台湾について考えていきましょうね、みたいな、もう本当に、なんでしょうね、すごいですね。天才。<laughs> 煽り入れる天才、みたいな話ですね。はい。まあ、このような、 一連のことから何が起こったかってことなんですけれども、まあ、下院議長が包退した後に中国は台湾本島を包囲するような軍事演習を実施し始めたと。緊張煽ってもテてるやんって。何やってんのって。こさしたらあかんやん。来たらあかんって言わなあかんやん。それ言われへんかったとしたら、あ、ごめん、ちょっと、あのね、ちょっと急すぎるかな。もう予定入ってんすよねって言えばいいのに。もうこんな、なしやでこんな。絶対あかんやん、そんな。 もうこれもメッセージですからね、強力な。本当にすごいですよね。感覚なしということなんですけれども、じゃあどうすればいいんですかってことですけど、これはちゃんと外交しなきゃだめ。外交するためにちゃんとメッセージを発しなきゃいけない。そして、近隣の国と連携しなきゃだめなんですよ。だって誰も得しないんだもん。中国とアメリカがこれ、戦争したり緊張高まっても。だから、ちゃんと、おいおい、やるな、そんなことって。アジアで何してんだよってことを言わなきゃだめなんですよ。 だから、そういった諸国の、アジア、東南アジア、そういった諸国の対応は、私たちに選ばされんない、私たちに選ばしちゃだめだよって、アメリカにすんの、中国にすんの、そんなのお断りですからねってことをちゃんと言ってるんです、例えば競争、対立をしている時期ではない、インドネシアの大統領、我々は関与したくない、マレーシアのマハティール元首相、我々はロシア、中国ともビジネスがしたいので、関与したくないって、ストレートですね。 他にも、え、これ韓国、韓国で言えばアメリカ陣営のはずですけれども、えー、そのですね、外交、経済大使が、どんな陣営に入っても中国との協力は不可欠だ。それはそうですよ。インドネシア外相、対立に巻き込むな。シンガポールの首相、アジア諸国は米中いずれか一つを選ぶという選択を迫られることを望んでいない。はい、そしてシンガポールの外相、誰だって、属国や猫の手にはなりたくないものだ。 フィリピンの国防省、私が心配しているのはアメリカの保証がないことではない。我々が求めても欲してもいない戦争に巻き込まれることだ。などなどなど、どの国も言ってんです。当たり前でしょ。当たり前ですよ。誰得ですか、これって。軍事産業と一部の奴らしか儲かんねえじゃねえかよ、こんなことやったって。やめてくれますか、私たちの鼻先でって。勘弁してよって。 だって、緊張高まるだけでも大きく日本にも影響があると、53兆円という数字も出てるっていうのは、もうこれ、国会でも紹介しましたけれども、最後にこれだけ、たった2か月、緊張が高まって、中国から1.4兆円のものが入ってこなくなっただけで、日本は生産額で53兆円を消失すると。兆円の 部材が2か月入ってこないだけで、53兆円失うんですよ、生産額として。生産額として失うってことは、そこから、例えばですけど、さまざまなところに物を移動させて、物を売ったりとか、それによって、えー、こういう影響があったら、失業したり会社、会社が倒産したりとか、いろんなこと考えたら、こんな金額で済むわけないですよね。これ、スーパーコンピューター、富岳で試算されたんですね。 でこういうシミュレーションしてないのかって聞いたら、えー、家庭のものについて話す,あの話すことはないみたいな、わけわかんないこと言ってるんですちょっと意味がわかんないっていう、試算してないのかって聞いてるのに、そういった家庭っていうものをおいての話はしないみたいな、いえい、何言ってるのって、普通するでしょって、どんな被害があるのかっていうことの想定をしなきゃ、意味不明ですよね。はい、何が言いたいか、えー、このまま行ったらやばいということに対して、どこまで行ったらやばいんですかって言ったら、 もうやばいとこまでで来ててるよっこことですこれでもしも万が一、いやその台湾有事とかあるとか言ってるやつはもうわけ分かってないやつだよ、怒るわけないみたいなこと言ってる人いますけど、絶対なんてないんですよ、そんなの。一歩間違えれば戦争にだってなるわけだから、こういう状態に絶対さしちゃいけないってことを考えるならば、やっぱり経済っていう部分で日本は力を持つしかないんです、軍事じゃだめなんですよ、足かせはめられてるやん、保護観察やん。 経済力で世界を席巻したっていう経験があるわけだから、日本にはその力があるんだから、どうしてそれを復活させようとしないの軍事力は完璧です、でも国内ボロボロで、みんな疲れ切ってて希望もなくて、もう死にたい若者で溢れてますみたいな国、今やん。そんな国、脅威じゃないですよ。経済力も強くて、それだけじゃなくて、みんな希望に溢れてますと。 すんごいエネルギッシュですね、日本人の方々みたいな、そんな国の方が怖いですよ、経済という武器というのが一番強いんです、これを強化していく、で一人一人の人間の尊厳、守れるような暮らしをしっかり作っていくっていうのが、当然やらなきゃいけない、国内の安全保障、人々の暮らし、これがないがしろにされて壊され続けてきたっていう、目の前のことにどうして対処しようとしないの、おかしいですよね。 どこまで行ったらやばいんですかもうすぐそこまで来てるよって。だからこれ止めなきゃだめなんだって。でも、衆議院で予算で牛歩したの二2人だけなんです。これだけのことが迫ってるってことを考えた上で、この予算ってもう最悪の内容なわけだから、体張ってでも止めなきゃいけないような内容なのに、普通にしれっと反対するってなしだろって。そんなの野党じゃないだろっていう。 札の色が違うだけでテンション一緒じゃねえかよお前らっていう話なんですね。与党も野党も。ここで徹底的にやばいと。酪農家を殺すのか。農業生産者殺すのか。中小企業潰すのかと。30年もこの国の暮らしを無茶苦茶にしておいて。そこにコロナ来ても物価高が来ても誰も救わないじゃないかと。金の支出の多くは国内の武器産業とか、 あと、海外から武器買うっていうことに、多くを金払って、むちゃくちゃですよ。っていうことに関して、それあの2人が牛歩したくなった気持ちはよく分かります。しろって言ってないですよ。勝手にしはったんです、あの人ら。びっくりしたのは私ですから。え、やんのって。無理せん方がええんちゃうって言いましたもんね。しんどいもんだって、めんどくさいし。でもう、がー言われて、もう、P、PTSD みたいになりますよ、あれ。本当に傷つく、普通に。 できればしたくないことをあの人たちやったっていうから本当に気合入った人たちだなっていう思いなんですけどね串しぶち多いしまあだからそれぐらいの意味があったってことなんですねあの牛胞にはバカみたいだなって多くの人が思ったかもしれないけどそのバカみたいな裏には何があったのかっていうことを一人でも多くの人たちが知ってくれればいいのになって思いながらでまああのこの状況っていうのは多くの方々の中で ウクライナみたいいいにななっちゃいけないだから軍備増強なんだよっていうところに対してちゃんと説明していく必要があるんですね今私が説明しただけでも多分もう15分20分かかってますもんねこれを3分ぐらいにできへんかななかなか難しいんですけどでも努力していく必要があるなであのこれを感覚的にというよりかはちゃんとその内容というか確認目で確認できるような情報とともに何かしら周りの方々に話していくってことを一人一人が 横に広げていくっていいいいくくっううううここととがおそそらくこれを止める力というかそういうもののにななっていくのかなっていくかとうふううに思いますもうあいつらからしたらもうここまで経済もうむちゃくちゃにしてもうて自分らはもう儲けが増えたわけだから一旦これリセットしろやって話なんですよもうこれスクラップやスクラップやってこれ以上この弱ってるところにもうより搾取するようなことしちゃったらこれ暴動とか起こったら困るから。 お前戦争中やぞっていうのが一番聞くんですよ。もう、ええ、戦争中やった、そうやった、みたいな。<laughs> 魔法の言葉ですよ。スクラップして、そっからまた、ビルドするっていうことにも金儲けになるわけだから。儲かり続けるやつなんか一握りっていうね、ひどい話ですよ。やってられんわ、もう。今日は終わりますね、本当に。<laughs> やってやろうぜ。止めてやろうぜ、これ。いい加減にしろって。もう本当にね、もう。 お仕置きですよ、こんなやつら、ねえ、お仕置きよというわけで、ですねエンディングに向かいたいと思うんですけれども、えー、やはりですね、一歩一歩、ステップバイステップっていう部分が基本になっていくと思います、まずはこの年まで、しっかり心のある人に、えー、議席を獲得してもらう、これが一番重要です、そのためにもですね塚田さん、塚田久子さん、もう一回皆さんにご挨拶お願いします。 はい皆様、本当に今日はは、ね、本当になんか怖くなったり感動したり、私も忙しかったんですけども、あの豊島区議会議員の塚田久子です、あのもう大きな話を聞いてしまうと、もうなんか諦めたくなっちゃうんですけども、でも例えば、本当に憲法の改正もやっぱり私たち、主権者があの決めるんですよ、国民投票で。なので、最後に決めるのは私たち、そしてやっぱり地域からということを、しっかりもう胸に刻んで。 あのやっていきたいと思います、私も本当にそう思ってます、でなのでぜひとも、あのなかなか豊島区、混戦模様となっておりますので、あのこの令和のやっぱりね、旗を私も立てたので、ぜひとも皆様にあの応援、ご支援いただきたいと思います、よろしくお願いいたしますありがとうございます。ももう確実にに塚田さんには戻ってもららなきゃダメですから あの年末の炊き出しとかね、そういうところ行くと、やっぱりちょっと、あのなんだろう、えー、とそういう行政がちょっとだけ開けてくれてるところとかあるんですよ、そういうところで1日500円分の,あの食事代が出たりとかいう心ある自治体もあって、豊島区もその一つだったんですよね、ある時期、でやっぱりそこでもお会いしたりとかするんですよ、はいはい、塚田さんみたいな、やっぱり自治体議員がいると、話の進み具合も違うんですね。 なんか国会議員が行くっていうこともあるんですけど、やっぱ話が早いし、細かいこともすごく理解されてるから、だから困ってない人っていうのもいるだろうけど、あなたが困ったときに必ず役に立つ、保険みたいな存在だということで、周りの方々にお話をしていただけたらなというふうに思います。ぜひででで、すす。ね、4月の16 17 18日、日これポスター初日です、で。17 18 その事前からですねあのお手伝いいただける方大歓迎なんですけれども16、17、18、ここ特にそして、期、え、間、ー、を通じて、えー、ぜひです、ね、普通免許をお持ちで普段から運転してるよ安全運転でねって方がいらっしゃったらぜひさらにお力を貸していただきたいということでございいいいままますすすはよ、いはい、よろろししししくくおお願願ちなみにこれ、つながるためにどうしたらいいですか例えばですけれど何かしら、えっと、チラシの中に QR コードがあってそこから飛んで登録するみたいなものもあるんですか。 はいあの今日皆様にお配りをしている、はい、あのこの小さなリーフレットの後ろにあの、えー、コンタクトできる Q R コードをつけておりますし今日もでもすぐ撤収ですかねもしあれだったらあのボランティア募集のあの紙も用意してあのございますのであのスタッフの方にお寄りいただければそこにあの書いていただければと思いますなるほどぜひはい,よろ,い,いよろしくお願いしますありがとうございますえー、というわけでえー、ぜひですねこの豊島区にもう一度そして、えー、皆さんのための えー、塚田さんをですね奇跡もとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、えっとポスターがあるんですね。ぜひお持ち帰りいただきたいと思います。二、えー、連ポスター、これ今までの令和の感じじゃなくてすごくいいですね。はい、ちょっと<え>オリジナルで作らせていただきましたいいい。いいと思います。やっぱりこのいろんな編集やっててデザイナーの方だったり、はい、いろんな人たちもおしらえるからなんか雰囲気がいいっていうか。 なんか新鮮だなと思って、いいですね、これね、デザイン。あ,ありがとうございます。ぜひ貼っていただきたい、あなたのお家の壁に、お友達の家の壁でも結構です、えー、お友達がお店やってるって方はトイレなどでも、えー、ぜひ、どこでも結構です、24時間稼働する営業マンでございますので、ポスターは、ぜひ1枚でも多くよろしくお願いいたします、あちらの方でお渡ししております。で、えっ、ー、と、統一地方選挙、全国でせ、えー、さまざまな選挙があるんですけれど四4月にね。 でこの4月以外でも、年中、いろんなとろで選挙があるのが日本なんですよ。あなたもどこかの自治体からか選挙に出ませんか、令和の看板を背負って、地方自治体議員、えー、目指す人、募集しております、そして、えー、国政選挙、もう近くあるんじゃないの、あんな怪しい、あのキーウとかわざわざ行ってるもんね、怪しいわ、なんか、もうなんか、下心見え見えでも 早めに選挙打ったろうと思ってんじゃおうかなと思ってるんですけどね、おそらくあ,りあるかもしれませんえ。あなたが衆議院となって、令和で一緒に戦いませんか、えー。この両方の2つのカテゴリー、国政衆議院と、そして、えー、地方自治体議員、この両方で令和で一緒にやりませんかっていう募集です。公募に応募していただくということになりますけれども、えー、政治家になってみたいなってふんわり思ったことあるって人はいるかもしれません。 でもそこから前には進んでないって人も多いと思います。なので、まずどういった活動をして、どういう仕事をするものなのかってことを知っていただきたいってことです。あなたに豆知識を差し上げたい。なので、気軽にあちら、相談窓口と書かれたプラカードを持った方に声をかけていただきたいんです。あの人いろんなことを知ってますので、ぜひですね、えー、何か相談っていうことでなくてもいいです。 どんな仕事するんですかっていうような世間話だと思っては、あの、おしゃべりをしていただければ、様々な豆知識をあなたにお渡しいたしますということでございます。ぜひよろしくお願いいたします。えー、声掛けした、声掛けしたらもう絶対に抜けられないとか、そういうような、いかつい話じゃないですから、ぜひリラックスして、えー、冷やかしでも結構です。お話をしていただければと思います。そしてですね、 あ,ありがとうございます。令和フレンズ、令和オーナーズという取り組みがございます。令和フレンズ、令和オーナーズ、ともにですね、私たち令和新選組の情報があなたのお邪魔にならない程度に届くというようなものなんです。テレビ新聞であんまり扱われないから、私たちうご,うごめいてますという、たまに情報、今度また、えー、豊島に来ますよ、みたいな時にも連絡が行きます。入、えー、これはですね、て、あの、登録のみ、登録のみで可能です。令和フレンズ。お金かかりません、一切。 ぜひご登録お願いします。この場でもできますし、ホームページからも可能です。もう一つ、令和オーナーズ、こちらはオーナーさんになってくださいというものなので、有料になりますえ。有料のものと無料のもの、どちらでも結構です。まずはつながっていただきたいというお願いなんですけれど、この中にオーナーさんいらっしゃいますかありがとうございます。おさらっております。おさらおります。フレンズの方いらっしゃいますかありがとうございます。どっちでもないって方いらっしゃいますか もっといたはずですよ手を挙げるのをめんどくさくなってしまったってことですかありがとうございますでもまだまだいらっしゃいましたのでぜひこの機会にです、ね、つながっていただきたいよろしくお願いしますまずはフレンズでフレンズで全然問題ないですあのまずはつながりを持っていただきたいということでございましたありがとうございますでですね皆さんにですね入場の時に配布したアンケートというものがございますけれどもぜひ記入した上でえで、ー、お帰りいただければ えー、幸いいでございます入場の時に配布したアンケート、お帰りの際に回収していますので、どうかよろしくお願いをいたします。さあというわけで、もう変えていきましょうね、なんかすっごい重たい話したけど、私は悲観的にはなってないんですよ、焦ってはいますよ、だってこれ変えられる話やもん、そうでしょ、だって、だからむちゃくちゃ難しいゲームにみんなで挑戦してるんですよ、昔ファミコンとかやってるとき、難しいゲームのとき、みんな燃えたじゃないですか。 ファミコンやってない人もいますね。うちにはなかったんですけどね。攻略本まで買ってゲームやるっていうのが子供たちだったじゃないですか、昔はね。それを考えたときに、こんなむちゃくちゃ難しくて、ハードルの高いゲームだけれども、これがもしも実現したときには最高ですよ。社会変えられるんだから。そんなに難しい話じゃない。全有権者のうちの3割程度をゲットした人たちが何十年も居座ってんですよ。全有権者の多くが、4割が、 これ、諦めちゃってるっていう状況ですから、これは、横に広げていって、ひっくり返せる可能性っていうのは、当然あるわけです。私は悲観的には考えてない。悲観的に考えて、もこれ無理だなと思うんだったら、これやめてますね。こんな面倒くさい作業。面倒くさいんです、はっきり言って。でも、これを燃えてやれるっていう、こんなになんかもう、一日今日喋ってきたのに、またここで喋って、みたいな。 まだこれ終わる気配なんやないかお前終わる終わる言うてんのに終わる終わる詐欺やなお前って思ってる人いるんかもしれないですけどこれはもう熱を込めてやらずにいられないんですよだからみんなで一緒にいい世の中作っていきましょうよ稽古くしましょうよそのためにもまず第一歩豊島から塚田久子塚田久子でございますありがとうございますぜひお力貸してくださいありがとうございます本日お開きでございますありがとうございます